今からYouTube の方も配信始まりましたので、立場とかそう流れてるんですけど。タイムラン。はい。はい、それでは大変お待たせいたしました。会場にお集まりの皆様、本日は誠にありがとうございます。
今年度のですね、地域史研究講座の方、開講してまいりたいと思います。こちらは恒例の、講座、授業となっておりまして、1年間のですね、私たちの、活動や調査、そういったですね、内容に触れながらですね、この、欧州史、あるいはその、炭鉱地方といったですね、その地域をより深くですね、掘り起こしながら、情報をですね、皆さんと広く共有していくというふうなですね、目的で、毎年開催をして、おるものでございます。第1回目に、当たります。今回は、近現代史を、通してわかる欧州史の身近な過去と、題しまして、主に近現代のですね、資料調査から得たですね、さまざまなですね、情報を今日は皆様と共有してまいりたいと思います。それから、あと YouTube でですね、ご視聴いただいている皆様も、本日は誠にありがとうございます。会の方ですね、1時から午後3時45分までですね、までとなっております。ちょっと長時間となりますけれども、途中に休憩などもですね、挟みながら進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。なお、今回はですね、金沢大学から、高田義弘先生、それから東北大学から、新武人先生にもですね、お出ましをいただいております。様々な知見をですね、お開示いただければというふうに思っております。その他ですね、欧州史教育委員会の歴史参加、からですね、ご3名の方にいらしていただいておりますし、それから、こちらの配信の方もですね、含めてですね、合同会社あまねさん、にもですね、ご協力をいただいて、おります。天音さんの方からは、佐々木翔さん、研究員の方にですね、本日の、発表の方でもご登壇いただく予定と、なっております。いずれですね、長丁場と、なっております。どうぞ最後までお付き合いをいただければというふうに思っております。最後にはですね、ちょっと討議の時間もですね、設けたいと思いますし、様々なですね、皆様のご意見、ご感想等もお聞かせいただければなというふうにこう願っております。なおですね、これからですね、それぞれ発表の方をしてまいりますけれども、ご質問につきましては、最後の討議の時間にですね、まとめて、取りまとめてですね、質疑の方を、承りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。この方のですね、このことについて、お聞きしたいというような、ことございましたらですね、どっか控えていただいたりしてですね、様々ご質問等をですね、承れればというふうに思っております。どうぞよろしくお願いをしたいと思います。それから、YouTube でご視聴の皆様につきましては、コメント欄ですね、にですね、書き込めるようになっておりますので、そちらにつきましては随時ですね、ご質問等も承っておりますので、YouTube のですね、コメント欄の方、どうぞご活用いただければというふうに思っております。どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いをいたします。それではですね、早速となりますけれども、まず最初にですね、鬼田甚助資料から見えてくる江差近代史と題しまして、東北大学大学院、法学研究科、教授であらせられます、伏見武人先生の方からですね、ご発表の方を頂戴したいと思います。それでは先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。でございます。ちょっと座って失礼いたします。お手元に今日の報告のスライドを、印刷していただいたものがお届きかと思います。で、大体時間は50分ぐらいと承ってますので、ちょっと長くなりますが、2時ぐらいまでお付き合いいただければと思います。で、私は荻田甚助文書から見えてくる江差近代史と題しまして、少しご報告申し上げたいと思います。これまで何回か欧州史さんでご報告させていただきましたが、我々が進めている共同研究のプロジェクトの一環として、今日お時間を頂戴しております。それは地域資料の保存と活用に関するものでございます。国立歴史民俗博物館という組織がございますが、そこの日本歴史文化地、ん?あ、共有になってない、ごめんなさい。失礼しました。申し訳ないです。共有なんですけど。共有。あ、そうだ。緊張のあまり失礼いたしました。これで大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。フォロー助かりました。地域資料の保存と活用ということで、日本歴史文化地というところの新しいプロジェクトが昨年度から始まりましたが、そこの奨励研究ということで頂戴しております。
この奥州市をはじめ、地方、地域においてはですね、かなり人口減少という人口減少という新しい危機が直面しているわけでありますけれども、それによってさまざまな地域資料がなかなか日々失われてしまっている現状があります。それを保存し、歴史の資料として活用するためには、人的な、あるいは財政的なリソースが必要なわけですが、特に人口が減少が著しい地域ほどそれが不足しているのが実情であります。そこで、このまさに今日のご報告が YouTube という形でオンライン配信されているように、デジタル技術など新しい技術を活用することによって、そうしたリソース不足に対応できないだろうかというのが私たちのプロジェクトで進めている内容です。また、学者やですね、行政側だけが一方的に行うのではなくて、地域のさまざまな関心を持つ人々と地域社会と幅広く連携しながら、それを共同的に進めていくと。そういうやり方の全国的なモデルとして、この奥州市のケースが注目されておりまして、そうした中で連携を進めながら、このプロジェクトも進めています。で、昨年、ちょうど1年ぐらい前に、この場を借りて、地域史研究講座でその一端として、奥州選挙政治の幕開けと題しまして、明治時代の頃の選挙のお話を申し上げました。また、昨年の8月夏頃にはですね、水沢のホテルのお部屋をお借りして、地域資料から読み解く炭鉱近現代史と対するセミナーを開催いたしました。スライドの右側にありますのは、その時の様子を地元の炭鉱日日新聞さんが報道してくださった時の記事です。で、これらは、下飯坂家文書というですね、水沢の町長などを務めた下飯坂権三郎という政治家が残した資料がありますが、そちらを主に中心に分析したものであります。大体下飯坂文書の方は2、3年間プロジェクトを進めてきましたので、全体像が見えてきまして、今日はちょっと、水沢の話ではなくて、むしろ江差の話を少し挑戦してみたいと思いまして、荻田文書について紹介する次第です。そこで2番目にこの荻田甚助文書の内容に入りますが、岩宿のある荻田酒造店さんのあたりから出てきた資料というふうに伺っております。右側の写真にある通り大量のものでありまして、段ボールの中に今こういろいろと封詰めされている段階ですが、かなりの分量があります。下飯坂文書よりもたくさん、分量としては数倍、もっとあるかな、数万点ぐらいですが、まあ、5倍以上あるという感じで、かなり大量にあります。で、存在自体は下飯坂家文書の前から発見されましたが、荻田文書の整理の方がですね、ちょっとより難しい作業が必要になるなというのが直感的に分かりまして、重要なんですけれども、少し先送りしていました。こっちの方の整理とか分析するのが難しいなと思って、先に下飯坂家文書の方から着手して、そしてそれが目処が立った段階で今、荻田文書に移ってるという段階です。なぜ難しいのかという話を次に続けていきたいんですけれども、今日登場する荻田甚助さんというのは、この右側の写真がちょっと昔の新聞から持ってきた画像ですので、粗くて恐縮なんですが、1875年に生まれまして、1945年終戦の年に亡くなっています。荻田甚助というのは、代々こう襲名されてきたお名前らしくて、私の数え方だと第8代の荻田甚助にあたる人物になります。で、初代はですね、これ、荻田家の歴史を調べてくださってる方がいらっしゃって、1630年代に生まれて、奈良にもともといたらしいんですけれども、奈良はやっぱりこう日本酒の酒蔵とかがいっぱいありまして、そこで丁稚奉公してて、そして仙台にやってくる機会があり、岩宿にやってくるっていうのが、この徳川時代に起きて、その後代々、8代にわたって、酒造業を営んできたという、そういう名家になります。で、以下、この8代目のことを荻田甚助と言いますけれども、この荻田甚助のお父さん、荻田長助という人ですけれども、彼は明治時代になって、士族から農民に変化しまして、しかし先祖代々やってた酒造業は続けていたということになります。で、その家督を襲名し、荻田甚助が酒造業を続けていくわけでありますが、同時に政治の世界にも関与した人物であって、1907年から39年まで30年以上、岩手県会議員を連続当選しています。また、31年から34年、そして38年から41年と2回にわたって、
岩屋堂の町長も務めています。なので、地元のこの岩屋堂の歴史を語る上では非常に重要な政治家ではありますが、下井坂権三郎と比較すると、ちょっとマイナーと言わざるを得ないところもあります。下井坂権三郎は衆議院議員を4期務めていまして、その国会議員とかの経験はないね。で、だから、荻田甚助とはどんな人物なのかというとですね、他の資料とかを読んでもほとんど書かれていなくて、これまでどんな人物か多分分かっていなかったと思います。おそらく今日以下話す内容が、初めて荻田甚助という人を、この8代目荻田甚助についてかなり明らかになるんじゃないかなと思いますが、その手がかりがないので、大量の資料が山積みになってるんですけれども、それにどうアプローチしていいか分からないと。地域史研究上の宝の山であることは分かるんだけれども、もう少し地元のこととかですね、荻田の周辺のことから勉強していかないと、これは資料の海の中で溺れてしまうというふうに判断しまして、そこで先送りしたという経緯になります。で、だんだん自信つけてきて3回目ぐらいで、これ喋るのが3回目ぐらいなんで、今日ちょっと挑戦してみたことになります。さて、今日取り上げますのは、3冊の選挙資料であります。これがその画像でありまして、荻田甚助本人が整理したものです。で、3冊に一応名前が付けられていて、真ん中のものが一番古くて、進歩党時代と書いてある冊子です。で、その右側はそれ以後の時代のものがあって、ちょっと略称で書いちゃいましたけど、憲政本党、そしてその次の後継にあたる憲政会、そして民政党っていう政党の系譜があるんですけど、その3つの名前が書いてあって、その時代と書いてあります。ちょっと長くなるので、憲政本党はほにゃらら時代というふうに略してしまっています。で、その中に収まりきらなかったのが左側の選挙関係雑録ということで、それ以外のものがこう束ねられているところ、3つのファイルがあります。で、今日はこれを読み解いていくことになります。で、これらはいずれも第1党、戦前の政党政治でいうと、第1党系ではなく第2党系という位置づけになります。第1党というのは基本的にずっと主流派で、板垣退助が作った自由党が起源になりまして、その後伊藤博文が作った政友会という政党になります。戦前の政党政治はいろいろ名前が似たのが出てくるので複雑なんですが、基本的にはこの政友会が中心でずっと動いていたと理解していただければ間違いないと思います。政友会は初代から6代目まで、すべての総裁が全部内閣総理大臣になっています。有名なのは原敬が第3代総裁ですけど。で、それに比べて第2党系は今見てお分かりの通り、名前がコロコロ変わっていて、常に政友会と対抗するためにどうしたらいいかということで、いろいろ模索してきたのが第2党系になります。ただし、多分今もそうかもしれませんが、その勝った側の政友会の資料というのはなかなかたくさん残ってるんですが、負けた側の資料ってあんまり残ってなくて、第2党系っていうのはそんなに資料がないね。なので、この荻田の資料は、多分私が見る限り全国的にもかなり珍しくて、この第2党系の歴史がこんなに長い時間をかけて、どういうふうにされ地元でされていたのかというのが、こう、明らかにできるような、非常に貴重な資料ではないかというのが私の意見です。で、荻田甚助自身がどういうふうに資料を整理したかというのを、本人がいろいろまめに書いてくれていまして、この菩薩の頭に。それを見ますと、1940年頃に整理したと書いています。で、その前に1930年の10月頃、本人が健康の問題と、そして経済上の問題があって、先祖代々の家業、酒造業を廃業することになったと。実際はもうちょっと別の形で合資会社で続いていくことになるんですが、これが一つの節目で、従来若い頃からつけていた日記を、この時全部焼き捨ててしまったというふうに、この最初のページに書いてあります。で、その代わりにこの3冊の菩薩を作ったと。じゃあ、どういう基準でもってこの菩薩を整理したかと、本人が表現するところだと、反自由党の活動である。一貫して自分は自由党、政友会に対抗していて、そのための歴史を残したくて、この資料を作ったんですと、ここに書いてあります。で、特にここの記述の中に注目すべきは、1898年頃のことを最も愉快なる記録を存すと。この時に自由党系ではなくて、反自由党の人たちが圧倒的に多数を取ることができて、これが最も楽しかったというか、最も愉快だったんだというふうに本人が60代、70代、70近くになってから
まとめているという記録になります。今日はこれを解読して、この理由とかですね、どういったものが動いていたかということを少しずつご紹介したいと思います。で、そこで1冊目の菩薩の進歩塔時代という内容に入っていきます。この話、丸1のところはですね、昨年の地域志向座で選挙の話で実は申し上げたことと同じ内容でありまして、まだ YouTube 上に確か記録残ってると思いますので、アーカイブスで、もし今日の話等で関心持っていただければ、いただいた方はですね、そちらの方も合わせて見ていただけると、もう少し詳しく、述べておりますので、そちらもご参照ください。今日は丸1のところはちょっと軽めに述べていきますが、菩薩の最初に書いてあるのは、1896年の6月に、進歩党という自由党と対抗する政党の岩手県の第一支部が結成されたというところから始まっていきます。ここから荻田が反自由党系の政党活動に関わっていく起点だからです。そしてその1年半後に行われた第5回衆議院選挙で、自由党でずっと長らく議席を取っていた下井坂権三郎に対して、江差の岩屋堂の町長だった碇八郎という人物を擁立し、この通り劇的に逆転して勝利したと。これは非常に楽しかったというふうに本人が言っております。で、この辺の話は昨年申し述べたところ通りです。当時、荻田氏は21歳でありまして、非常に元気な、ね。で、この記録を見るといろいろ面白いんですけれども、どの地区に誰が担当するかとかですね、いろいろこう日にちごとに書いてあって、荻田は稲瀬村と福岡村を担当して、もうしょっちゅうこうそこに行っていろいろ応援演説とこういろ選挙活動していることがこの記録でいろいろ残されています。で、この稲瀬村と福岡村が重要な地区で、そこの地区にテコ入れしたから碇が逆転勝利できたという話は昨年申し上げまして、でそれが、まあ後年の荻田が最も愉快だったと述べていることになります。しかし、まあその同じ年の半年後ぐらいにもう1回、第6回の衆議院選挙があると、今度は下井坂が416票、碇は337票で、荻田が応援したが負けてしまうということです。この辺のことは一切資料は捨てられているので、負けたときは残さないと。愉快だったときだけは残っているので、まあ、そういうもんかもしれません。で、ここから先が新しい内容でありまして、その後、日本は選挙制度が大きく変わります。ちょっとスライドでは分かりにくかったかもしれませんが、それ以前は小選挙区制でありまして、1人の議席をめぐって、ここに関して言うと、岩手の4区という形で、炭鉱地域だけで行われていたのが、大選挙区制に大きく選挙制度が1902年から変わります。で、もうちょっと具体的に言うと複雑なんですが、人口が3万人以上だった都市に関しては、1人区の独立選挙区とすると。人口3万人以上というのが当時どのぐらいの感覚かというと、大体今の県庁所在地ぐらいの都市の規模と考えてください。なので、岩手に関しては盛岡市が1人区の独立選挙区になります。で、そこを除いて、岩手全県区で残りを郡部と表しまして、大選挙区、つまり複数の候補、当選者がそこから出てくるという選挙制度になります。なので、盛岡市は1人区で、残りは全部岩手郡部で5名の枠をめぐって選挙するという全県区の選挙に変わってしまうんですね。これまでは炭鉱地域と気仙郡だけで争っていたのが、全県区でやらなきゃいけなくなってしまうということで大きく変わります。ちなみに、この盛岡市から当選するのが原敬でありまして、ずっとこれ以後、原は連続当選していくことになります。で、まだちょっと複雑なんですが、日清戦争の後、日本は何度も増税をしています。で、当時は税金を多く納める人が有権者、選挙投票権を得られる仕組みでしたので、増税がされると税金を払う人の数が増えますので、有権者の数が増えます。実際にこの前後で有権者の数は倍増しています。さらに言うと、初めての任期満了、4年間の任期が満了した選挙でした。そうするとですね、これ戦前も今もそうかもしれませんが、任期満了でやるとですね、結構こう世代交代しやすい。次の選挙から新しい選挙制度になって、地盤も大きく変容してしまって、まあ、長年の功労者はちょっとそこで引退して、次の世代に引き継ぐということで、世代交代が一気に進む選挙になります。
この時の選挙は新人が7割当選していて、戦前の選挙の記録の中では最も高い数値です。だから70%が新人が入っちゃうというぐらい、ごろっと変わってしまって、実際にこの水沢の下井坂もここで引退しますし、江差の碇も引退して、次の世代に引き継ぐというのがこの時の選挙です。で、この第7回衆議院選挙の結果が以上の通りでして、ここに2本線を引いているのが水沢の人ですね。高橋金次と松本与右衛門という2人、水沢から出てきたことになります。高橋金次が、碇とかのですね、反自由党系の系譜を継いだ後継者。なので、憲政本党という当時は名前になります。で、松本与右衛門が下井坂の後継者で、自由党系政友会の当選者となります。で、この高橋金次はもちろん、翁田甚助を応援することになります。で、5人がここで郡部から当選してまして、もちろん先ほど申し上げたように、1人区の盛岡市選挙区に関しては原敬が当選しています。岩手県は6人議員がいることになります。で、この時のちょっと見にくい表になっちゃったんですけど、画像が小さくてごめんなさい。得点予想表みたいなのを翁田甚助が一生懸命つけていてですね、これ、右側に候補者の名前が書いてあるんですね。高橋、松本、三島と書いてあって、上には江差の全部の、町村の名前が書いてあります。岩屋堂から順番に行こうか。で、そこの全部の江差の表のところで何票誰に入るかっていうのを、この選挙前の1ヶ月間に毎週のように予想してつけてるというのが表で、これが残されてるんですね。で、全県区にもちろん変わりますけれども、当然これまでの基盤とかもありますし、人的なつながりもありますので、基本的には江差と伊沢地域をきちっと票を固めて、5分の1近い票、全有権者の5分の1ぐらいを取れば当選するという選挙戦術になりますので、そこを重点的にこの高橋金次は争は選挙を挑んでいると。そこに岩井地域の東西の岩井地域を少し足せば、上積みすれば、県南の地域を抑えれば、5分の1は取れるから当選するというので、先ほどのこの2002票を取ったことになります。で、これが第7回の選挙だったんですけど、次、もう一度第8回選挙というのが半年後に行われています。私、この辺りの選挙の話が一応専門中の専門なので、ちょっとマニアックになってしまうんですが、この時あたりにちょっと大きな政党の構造の変化があったというふうに私は考えています。ただ、学会でまだ主流になってないんで、不死身説の段階にとどまってるかもしれませんが、一応私はそう考えている段階です。で、それはどういうことかというと、この時の選挙から、地方でもって、選挙をやるというのじゃなくなってきて、今もそうかもしれませんが、党本部、東京にある党の中央がきちんとそれをコントロールするという仕組みができてくるんですね。で、それをやってた人物が原敬という人物で、原敬はそれは秘密にしてたんですけど、最近分かってきたことがあったので、同じような仕組みがこの原敬のライバル政党の方でも起きていたというのが、この時の翁田甚助の資料から分かります。どういうことかというと、議会が解散しまして、衆議院が選挙になることになりました。その時に、ちょっと今と分かりにくいんですが、桂太郎内閣に対して、第1党と第2党が提携して、桂太郎に反対するという仕組みを取りました、この時は。そうすると、第1党と第2党は選挙で争ってるけども、政治の世界では今、提携して、行政府と戦ってる。なので、現職を優先して、当選させよう。選挙ではお互い争ってるけど、この時は選挙をあまりしないようにしようということで、現職優先の方針を立てます。そうすると、党本部が誰を政党の自分らの公認候補として進めるかという、この候補者調整が重要になってきて、中央との関係をどういうふうに作るかということが重要になってくる、ね、政党にとっても。なので、この時の選挙記録を翁田見てると、他の時は一度もありませんが、この時だけはこのページにあるように、中央から憲政本党の最有力指導者の河野弘中、福島の人ですけれども、河野弘中をどういうふうに岩屋堂に招いたかという話だけが延々とこう書いてあるのはそういうことだと思ってまして、中央との関係をいかに作るかというのが急に大事になってくる、ね。で、これが第8回の衆議院選挙の記録です。で、見てお分かりの通り、先ほど見た水沢の2人がワンツーフィニッシュをしておりまして、非常に2人が熱心なんですね。で、5議席目の南部秀麿というのは、これはちょっと後で見ていただくと分かりますけど、第7回選挙の時は大隈秀麿という人物で、大隈重信の娘と結婚していた南部の
お殿様の子孫ですけれども、この時に大隈家と離縁してしまうので、この時は南部に戻ってると。で、落選してしまってるんですね。で、こういう荻田の、まあ、今は荻田に注目しますと、荻田の活躍があって、高橋欽治、松本与右衛門という、こう水沢の2人が軍部の得票の上位を占めていて、ここから水沢戦争と呼ばれるですね、当時の水沢が南北に分かれて、非常に激しく政争を行ったという状態になります。で、この時の票の動きがどうなってるかとかいうのも、荻田はかなり詳しく残していまして、少し高橋の欽治の得票は減ってしまったようであります。で、もう一回第9回衆議院選挙というのが日露戦争の最中にあるんですが、この時のものは資料が残されていなくて、荻田が応援した高橋は当選し、松本は落選したという経緯になります。ということで、ここで4の新保党時代の話のまとめになりますが、ここが愉快だったと彼が書いている。後年記録して残してるんですね、意図的に。で、これはやっぱり二大政党時代に見えて、そして自由党政友会系に対して彼が応援している政党がこう挑んでいて戦って勝ってるの。だから彼にとって非常に楽しい時代で、だからこの記録はきちんと残そうとしたというのはこの進歩党時代という冊子になる。ね。こんなの本当企業秘密で絶対に表に出てこないような資料であります。例えば何回か挙げている原敬という人物がいますが、原敬は意図的に隠しました、こういう情報を。彼、ものすごい克明な日記つけてるんですけど、こういう情報を書いてないんですよね。これやっぱり人に見せて、万が一見られたらまずいからで、もう政治家にとって選挙でどう勝つかっていう戦術っていうのはもう自分の企業秘密というかね、戦争の道具みたいなところありますので、絶対に見せないのが原敬なんですけど、荻田は逆にこう面白がって残してくれてるから初めてわかるというのがこの資料の面白いところです。ちょっと息抜きということで、ここで少し、話題を変えたいんですけれども。小話と入れまして、ちょっと1、2分通談です。私、ここの地域史研究講座でお話しさせていただくのは4回目に多分今年4年連続になるかと思うんですけども、2年前にここで後藤新平文書のお話をしました。オンラインだったかもしれませんが、それは水沢にある後藤新平記念館の中で、後藤新平に関する資料が新しく大量に出てきて、オンライン版後藤新平文書という新しい資料集を、デジタル資料集を刊行したばかりだったからです。で、ここの場でお話しして、これも確か YouTube の記録残ってたような気がするんで、後でご興味ある人は見ていただければと思いますが、そこで喋った内容をせっかくだから文章にしとこうと思って、右側のこのスライドにあるように、後藤新平文書はどのようにして残されたかという文章を、後藤新平の会開放というちょっとマニアックな雑誌があるんですが、そこの2022年に載せてもらいました。あまり市販されてませんが、後藤新平記念館には一冊あるはずなので、もしご興味がある人がいたら読んでもらえると嬉しいです。まあ、ここの江差しの京都館で喋った内容とほぼ同じです。で、去年、たまたまなんですけど、台湾に行く機会がありまして、で、台湾の中央研究院というところの台湾史研究所でも少し報告をしてきたり、で、国立台湾図書館というのがありまして、そこでちょっとお話ししたりする機会があります。お話というか、まあ、ちょっと交流する機会がありました。したら、そういうご縁があってですね、去年、台湾語に翻訳されまして、私の文章があんなマニアックな雑誌の内容がですね、ちょっと読めんか。ウィトン新品文書なんて言ってたか、多分こんな感じなんでしょうけど、中国語できないんでごめんなさい。訳してくださいました。で、これ、ちょっと丸がちっちゃくて、ごめんなさい。ここわかりますかね。中の1のところに、江差郷土館っていう、江差郷土文化館の地域史研究講座の内容ですって、私の脚注まで訳してくれて、一応台湾にですね、こうやって、この地域史研究講座が伝わったって、海を渡ったというのがですね、この小話でありまして、まあ、私がすごいんじゃなくて、後藤新平がすごいから、後藤新平にやったことが向こうで関心があるからなんですけども、ちょっとこんなのが手土産だったというのお話です。ちなみに、この3、中の3にある水沢二大名城の交流というのも、これ、その前の年の地域史講座で喋った内容だったので、なんかこれが台湾で中国語に翻訳されたというと、なかなか感慨深いものがありましたという雑談でした。ちょっと雑談はここまでになりました。一応、授業等でも雑談を入れるときは真ん中の節目というふうに決めていまして、大体これで25分終了ですので、残り25分と。なります。次、後半の部分に入りまして、3冊の菩薩があるという話をしまして、次は憲政本当、憲政会民政党時代という後半の方を見ていきたいと思います。で、これ図を見ていただければ、写真を見ていただくとお気づきと言いますけど、大体同じぐらいの厚さの2冊に本人がファイリングしていることが分かります。ただし、2つに収められている年代が全然違うんですね。前編というべき進歩党時代には7年間
先ほどご紹介しましたけど、7年間分の資料が収められています。で、そこが非常に愉快だったと本人が書いてあるんですね。で、後半は22年間分、その3倍の年のものが1冊にまとめられて入っています。ということは、かなり削って選んでる、入れてる。ね。で、なんでそういうことをしたかっていうと、多分歴史の研究者からすると、これは多分楽しくない記憶だから、全部を残す気にならなくて、全部を残したら3倍に膨れ上がるはずですから、普通は。その中の自分にとってまあ都合がいいというかですね、楽しく残したい部分だけを残していて。わけで、後半22年間分が1冊に押し込められているということは、あんまり楽しくなかったからだと思うんですね。で、それは言うなれば、これは裏返しますと、原敬たちが、声優界たちが強くなっていって、声優界優位の体制ができてくるからでありました。それを荻田の側にしてみたら、それは面白くないから、こういう残り方になるわけで。で、そこをこう裏から見ると、どういうふうに見えるかというのが、この後半の話になります。また少し外在的な条件になりますが、荻田仁助自身は先ほども述べたように、1907年頃から岩手県議会議員をしていきます。そうすると、選挙におけるちょっと役割って変わってきて、多分今もそうだと思うんですけど、衆議院議員選挙の時に、県会議員さんだとするとですね、そんなに最前線の現場には行かないと思うんですね。多分選挙事務所のこう中核にいて、どんと座っておられて、そんな21歳の青年がですね、現場でいろいろこうお願いします、お願いしますみたいなことは、多分そんなになさらないと思うので、荻田自身がこう最前線からいなくなってきたからでもあると思うんです。なので、ちょっとあんまり楽しくなかった。役割が変わってきてるということも、この冊子から読み取れます。さて、では、だんだんと続けていきますが、まず1番目に起きたのは、地盤の引き継ぎでした。これがそのページの冒頭にあるものでありますが、これまで応援していた高橋金次がですね、水沢戦争を繰り返すことによって非常に消耗してしまって、高万家というのがありますけれども、かなり経済的には苦しくなって引退を余儀なくされてしまった。同じように松本与右衛門も引退します。そして高橋金次の地盤を引き継いだのは、一関の桜井と読みますけど、桜井群之助という政治家になります。で、この桜井をずっと応援し続けるのが今度は、荻田の役割になりますが、この頃ぐらいになってくると、票の読み合いがお互い、政友会と県政本党でお互いできるようになってきて、5議席のうち、大体3議席は政友が取って、非政友系は2で取るというのが大体固定化されていきます。そうすると、候補者を誰を何人立てるかというところの争いになってきて、あんまり地元の活動家、運動家がですね、こう一生懸命票を掘り起こしてもそんなに差が出なくなってしまうような選挙になってきて、あんまり荻田の役割が減ってくるからでもありました。これが第10回の衆議院選挙の結果です。これ見て、やっぱすぐお気づきと言いますけど、桜井取りすぎなんですよね。桜井が3902も取っちゃって、県政本党の福田が押し出されて負けてるので、取りすぎということで、次は実は次の選挙では、これ桜井から福田に票を渡して2人取ってます。その辺の記録は残ってます。そういうのは荻田が楽しいところだったんですけど、では残り声優会が3人取って、非声優会が2人取るという、それでその比率が固まってくることになりました。高橋金次の後継者が1番目の桜井群之助でありまして、上から3番目、村上進という気仙の人ですけど、この人が松本与右衛門の後継者になります。ちなみに奥さんが松本坊山、村上坊山という女性の画家さんで有名な方でありますけれども、その村上進になります。で、この第10回衆議院選挙も任期満了でありましたし、日露戦争の時に日本は大量の増税してますので、有権者が倍増して、新人が、桜井のような新人が新しく入ってくることになりました。ただし、先ほども述べましたが、桜井が票を取りすぎたので、次回、江差の地域の中の票をいくつか割ってですね、福田に上げてるという記録が残っていて、それでもって福田と2議席確保してる、この辺は荻田のさすがな大したものであります。それがこういうメモでありまして、これもちょっと画像がちっちゃくて分かりにくくなってしまったんですが、右側に同じように候補者の名前が書いてありまして、桜井、安倍、なんとか言うのかな、これは。ちょっと読みません。こう何人か候補者が書いてあって、上に岩屋堂から江差の町村が順番に書いてあって、全部何票か何票か何票かって、こういう専門家なんですね。で、これは1908年から1928年まで、江差郡でどういうふうに桜井に票がいって、で、どのぐらい振り分けてよいかみたいなことを多分荻田が考えて束ねていたということの記録は残っています。でも全県区の中でできるのはそこだけであって、大選挙区時代の記録は少ない
し、沖田の役割はそれほど大きなものではなかったんではないかなと思わせるような資料が残っています。で、この後、日本は選挙制度がもう2回大きく変わりますけれども、次が小選挙区制へ移行します。これは原敬が推し進めて、1920年の選挙から小選挙区制に変わります。で、ここからまた躍動してくるんですね。全県区でも大選挙から取ったんではなくて、もう一度炭鉱地域だけの小選挙区制に戻りますので、荻田が俺の出番だと言って、ここら辺の資料がたくさん残っています。で、その前の前史として、衆議院議員の補欠選挙が1918年の6月8日に行われています。で、これは一関を地盤とした阿部徳三郎という政治家が死んで、県南地域からもう一人出そうということで、政友会は佐藤喜八、県政会は、金ヶ崎の人かな、及川明という人物を擁立します。で、小選挙区に近い形で激突してるんですが、この選挙日誌の記録を見るとですね、原敬総裁および後藤新平がどちらも佐藤喜八を推薦したという記録でもって、大体その選挙日誌が終わっていて、実際負けている。ね、やっぱりその2人が佐藤のが応援してしまうと、及川明は勝てなかったというのがこの時の記録です。で、次です。ここからがちょっと躍動感が出てきて、小選挙区制に移行します。1920年の5月、第14回衆議院選挙がありまして、政友会は志賀渡りというですね、志賀健次郎摂さんの、おじさんに当たるのかな、健次郎さんのおじさんに当たる人物ですけど、志賀渡り、金ヶ崎の彼が政界から出るのに対して、江差出身の三島小間治を県政から擁立しています。結構僅差なんですけど、この三島小町を一生懸命応援していたのが荻田の役割ですね。実際、江差の人ですし。ただですね、その選挙日誌を読むとなかなか面白くて、こんなこと書いてあったと。まず、これ、荻田本人書いてなくて、記録されてるんですけど、荻田音体という表現で出てきてですね、若干ここにもすでにニュアンスが込められてるんですが、荻田音体はこう言っている、荻田音体はこうしたというふうに、もうちょっと年下の人がその記録をつけてるのに変わってきてるのがわかります。そして、このページ、ここのところの、画像で載せてあるところの一部なんですけど、音体の楽観、依然として変わりなしと書いてあってですね、私はこれを見てちょっと笑ってしまいまして、雰囲気が分かったんですね。つまり、荻田は結構もう選挙のベテランのようになってきて、江差の三島小間治が戦ってるときに楽観的で、これなら勝てるだろうと、こう結構ふんぞり返ってるみたいな雰囲気が出てくるんですね。で、それをこう、もうちょっと若手の人たちはですね、厳しい見方をしてて、いや、そんな甘くないんじゃないですか、荻田さんとか言ってもですね、いやいや、勝てる、勝てる、この選挙は勝てるよ、みたいな感じでやってて、実際先ほどのように負けているというですね。だから、荻田がこう、選挙のベテランになってきて、だんだんとちょっとこう、現場から浮いてきてるのが、この日記から雰囲気で分かってくるんですね。だから、勝てると思ってた選挙でも勝てなかったのが、この14回の選挙。次の衆議院選挙、小選挙区制はもっと顕著でありまして、政友会の志賀渡りが結局的に結果になっています。で、県政会は、柴田久治という新しい気仙の人を擁立して、ちょっとすみません、お手元の数字間違っていたんですけど、30票差、ものすごい僅差で志賀渡りが勝ってる。ただこれ、もう一人見ると、前回県政会から擁立したはずの三島小間治が第3党から立っていて、2200も取ってるんですね。だからこれは明らかに候補者調整のミスであって、反政友会の現職の志賀渡りに対して、野党の統一候補を立てられれば絶対勝てた選挙なのに、負けてる。しかもそのブレーンの最先端に立った三島の一番側近だったはずの荻田が、これを見抜けなかったということ。ちょっと音が割れちゃってごめんなさい。荻田自身は、この時謝罪文を書いて、それは残してます、選挙の記録に、さすがに。で、これ、全国的には県政会が勝ってですね、県政会総裁の加藤孝明による政党内閣ができる大きな分岐点となった重要な選挙なのに、地元では勝ててないというのがこの時の記録なんですね。で、この後、これが3番目の最後になりますけど、中選挙区時代になります。これが、まあ、ちょっと一時期中断ありますけど、1993年まで長く続いた日本の選挙制度ですので、馴染みがあることも多いかもしれません。岩手2区、旧岩手2区というものでありまして、4名の枠があるものです。ここから男子普通選挙になりますが、この岩手2区の4名のうち、政友が3、民政が1ということで、しばらく固定されます。これも、結果的にそうなったんであって、民政党内での候補者調整の失敗による結果論であります。
で、この1930年頃に、オギトの役割はだんだん節目を迎えるようになりました。で、今日最初のところを思い出していただきたいんですが、1930年頃に家業を廃して、日記を焼き捨てたという、彼の分岐点になった話がありますが、あそこに書かれてないのは、この政治的に失敗したという話でありまして、それがあったから、彼自身がある種の身を引いたような形で資料を残したというのが私の意見です。30年の選挙はどうだったかというのがこの結果であります。ついに長年推していた桜井文之助が落選している。で、彼が、荻田が推したのはこの水上という人物ですけども、これまたミスですよね。6番目の第6位の武田源助が取りすぎて、票が割れすぎてて、もう武田源助の票をちゃんと他と割り振って民政党でやれば2議席取れてるのは確実な選挙であって、やっぱこういうところはもうほとんど現場のミスというよりは、やっぱり執行部のミスと言わざるを得ない。で、これで長年共にしてきた桜井も落選したので、ここでもって荻田の一つの、政党の役割が、節目を迎えたのがこの1930年という年になります。あ、ちなみにこの時の選挙は浜口おさち内閣という民政党が大勝した選挙ですので、全国的には民政党が勝ってる、選挙なのに負けてるということになります。で、ここからが話題が変わりまして、なのでこの後、岩屋堂町長に彼はなります。1931年から岩屋堂の町長になってますが、ある種こう岩手県政からちょっと身を引くような形で地元の町長になっていることが分かります。で、なかなかこの時の記録も、多分荻田文書の中にたくさんあるはずで、これから分析していくところなんですが、今日は岩手民生新聞という江差で長く続いた地元の紙がありますけれども、あそこに書いてある内容をもとにするとですね、この荻田町政というのがなかなか議論があったというか、うまくいかなかったんだなということがよくわかります。そもそも荻田が町長に擁立されたのは、中が割れたからであって、政友会系の人たちが民政党の別の人を擁立しようとして、慌てて民政党の側が荻田を擁立したということになります。だから決して一枚岩ではない、中がぐちゃぐちゃな状態で彼は町長を始めることになりました。ただ、岩手民生新聞は当時、割と政友会寄りの記事が多いので、荻田批判が多くて、ちょっと割り引いて読まなきゃいけないかもしれません。で、荻田町政時代の時に最も揉めたのが、岩屋堂の小学校の問題でありまして、多分これほとんど知られてない事実だと思いますが、1933年に岩屋堂公民学校の移設問題というのが生じました。どういうことかというと、今の岩屋堂小学校、今のかな、まあ、前の岩屋堂小学校の起源になる尋常高等小学校がありまして、そこには高等科という、まあ、今の中学1、2年ぐらいに当たるんですよね。ぐらいの高等科が設置されてましたが、それを廃止して、新しく実業公民学校という実業学校を作ろうというのが荻田が進めようとした案です。で、この時にもともとその候補地として決まってた敷地の場所があったんですが、これは岩屋堂の商店街の中心部だったらしいですが、荻田町長を支持派する人たちがもっと北の裏町のあたりって書いてましたけど、そこに移転するという。新しい案を立てて、政友会派がそれに非常に強く反対してしまったのが、岩屋堂小学校問題。で、この間に、町議会議員選挙が行われると、候補者数は12人と11人ですが、9対9と真っ二つに割れてしまって、これではもう町政運営がほとんど難しくなってしまいます。で、反対派の町民運動が盛り上がり、7月21日、荻田町長はその移設案を白紙撤回を余儀なくされるという結果になっています。荻田仁助は選挙の参謀としてずっと活躍するような人ですので、かなり党派色の強い人物で、やっぱり行政の長としては、もう党派色が強すぎる。選挙とかが大好きだけど、その代わり、行政のリーダーとしてはちょっとバランスが悪いと、周りから評価されてたようなところもあるようです。その時の年の後半、土木供給事業の不正疑惑というのが生じました。土木供給事業というのは、この2年前に東北地方が大不況、冷害が発生して、そしてそれによって、まあ、身寄りの問題とかが生じてくる。国の予算を使って公共事業的に土木事業を実施しようという、そういう政策です。ところが、まあ、今でも復興政策とかにたまに出てきますけど、その大量の土木事業に予算が回ってくると、どうしても不正疑惑が出てきてしまって、実際に助役さんが、当時の助役が検事局から取り調べを受けている。そしてその後任助役の選定で混乱した挙句、荻田は任期半ばで辞表を提出しているというのが経緯です。
後任の依田義町長は政友会系の方に変わりまして、この人は戦後まで何回か岩宿江差市の町長を務める人物ですけれども、そういう意味では沖田の町長としての役割も決して大きくはなかったので、やっぱり本人愉快だったのは、青年時代に選挙頑張って、中途倒した時は最も愉快だったって、ちょっと雰囲気はなく、こう、わかる。ね。と、ここまで暗い話なんですが、最後ちょっと大どんでん返しとか大逆転があるというか、意外と我々の過去とつながってくるのが沖田仁助の面白いところ。で、彼はなので岩宿の町長も辞めまして、たんですけども、岩手の県議会議員は継続しておりました。そして、党勢がだんだん、劣勢になってきていた岩手県の民政党の支部長を1934年から辞めます。そして、党勢を回復するために、彼がやった、最大の功績かもしれませんが、鶴見雄介という人物を岩手県に擁立し、岩手2区で擁立し、1936年2月の選挙で当選されています。鶴見雄介というのは皆さんご存知の方も多いと思いますけれども、後藤新平の娘婿であります。で、鉄道省の官僚であった後、衆議院に出馬しまして、1928年には岡山で当選しています。もともと岩手とは縁もゆかりもない人物であります。群馬出身ですし。で、その後、岡山の選挙区で落選し、浪人時代、を迎えて、しかもこの落選した時にちょっといろいろスキャンダルもあったので、彼はなかなか出馬すぐできない状態にあって、失意の中で書いたのが後藤新平の伝記なんですね。本人は政治家として大活躍したかったのにうまくいかない、それでうつうつとした気分で数年間やったのが後藤新平の伝記で、しかし本日この鶴見雄介の名前はおそらく後藤新平の伝記の執筆者ということで最も通っているので、人生というのはなかなか難しい皮肉なものでありますが。そして、ここで後藤新平の伝記を書く過程で、彼は初めて水沢との縁ができてきまして、そしてこの過程で、これまでは民政党を批判し、民政党と政友会を批判して少数会派にいたんですけれども、36年の1月に民政党に入党しています。そして民政党から出馬して、2月の衆議院に復帰するという、そういうちょっとドラマがあると思うんですね。これがその時の選挙結果です。これまでの票数と比べますと、民政党の鶴見は圧倒的に多く取っていることがお分かりであって、民政党の党勢回復にかなり役立っている。そして現職の政友会の衆議院議員だった広瀬為之が落選するということで、ここでこう挽回してるんですね。ただですね、この鶴見雄介ってなかなかこう、けれんみのある人というか面白い人でありまして、詳細な日記を書いてくれておりまして、日記の中でいろいろはちゃめちゃなことを書いてくれてる。ね。で、どうも、それを読むとですね、まあ、岩手に来たくなかったとか書いてて、ちょっとこれもあれですけど、本人は東京の渋谷と目黒のあたりから出馬したいと、そこから話が来てて、本人、大豪邸に住んでますし、後藤新平の横で。で、ところが1月20日になって、岩手支部から勧誘が来る。で、本人、ちょっと後藤新平の年書いてるし、ちょっとやっぱどっか後藤新平に甘えるところがあるんでしょうね。岩手がいいと言って、岩手の選挙区を選ぶと。で、2月7日、2月20日が投票日ですけど、2週間前の2月7日に初めて選挙区にやってきた日の日記があって、花巻の旅館に泊まっていたら、本人はショックを受ける。2月7日の花巻でございますので、雪がものすごく降り込めておりまして、これは原始生活であるとかひどいこと書いてて、徳川時代の家がここには並んでるではないかとか、でもむちゃくちゃ日記で書いてるんですね。で、後で、なんか馬車で連れられて、選挙演説場に雪の中行ってみたら誰もいないとか。どうも時間を間違えてたのかね、そこで2時間待たされたのかなんかいろいろ愚痴っていて、これは自分は東京を選ぶべきだったんじゃないかなとかですね、日記にいろいろ書いてる。さすがに選挙中にそんなことを漏らしたら負けるだろうと思うので、日記の中だけで歌話したんでしょうが、まあこういう人物であります。で、ここで別に鶴見をディスるのが目的ではなくて、つまりこの経過からわかるのは、鶴見を擁立したのは鶴見本人の意思というよりは地元の沖田の意向だったということですね。沖田が強く、ぜひ岩手に来てほしいと、後藤新平ゆかりのというところで、鶴見を擁立し、そして衆議院議員になったというのが、多分この日記から分かる経過であります。3点ほど、鶴見当選の意義ということをまとめて、今日のご報告を得たいと思います。第1に、鶴見はその後、岩手県政の重鎮になります。本人は最初はだからちょっと渋々だったかもしれませんが、1936年以後、戦時中も含めて連続当選を果たし、
岩手2区に鶴見の地盤を確固たるものとして作りますし、政界にもそれで返り咲いていくことができました。これ、右側にあるのは小北甚助文書の中にある鶴見雄介の推薦文であって、これを小北が積極的に推し進め、小北もこの鶴見とのパイプを持って町長に復帰しているのが1938年から41年の時の出来事です。ただし、ご存知の方もいると思いますが、鶴見雄介はその後、大政翼賛会を積極的に支持する動きになりますし、沖田甚助もおそらく残った資料から推察するに、鶴見とその時同調して、大政翼賛会、戦争支持の方向で動いたことは間違いないだろうというのが、これが1点目の意味です。2点目は若干副産物ですけれども、まあ、私の専門はどちらかというと、後藤新平をめぐる研究、後藤新平の歴史叙述がどうなっているかというのが一番専門でやってますが、そこからすると、正弁後藤新平が偏っている、鶴見が書いた内容が偏っているというのが、この経緯からも推測できます。あの伝記を読むとですね、そしてこの伝記の内容が非常にルクしておりますので、皆さんもお聞きだと思いますが、後藤新平は、政友会という政党と対立したと。例えば鉄道のゲージを巡って対立したとかですね。関東大震災の復興策の時に、後藤を名を出したけど、政友会に切られたとかですね。対立の局面が非常に強調されるんですけれども、あれは多分当時の鶴見が民政党に近寄りたい、政友会と戦いたいと思った気持ちが若干投影されている解釈ではないかというのが私が思っているところでありまして、私は後藤新平の資料自体を見てますので、後藤新平は実際には政友会とかなり協調的にやろうとするところが多かったと思うんですね。なぜかというと、後藤新平というのは自分は議会の基盤を持ってませんが、政策を実現したいと考える人なので、自分の政策を実現するためには、多数を取っている人たちと交渉したり提携して物事を進めていく以外、絶対実現しないからです。で、鶴見が書くような形の、本当に後藤新平がいちいち議会の多数派と対決している人物だったら、あんな業績残せるわけがなくてですね。それは鶴見はそういう感じの人なんですけど、後藤の実態はちょっと違うだろうなと思って、この10年間ずっと思ってていろいろ書いてるんですが、なかなかこの鶴見バイアスというのは強固であって、私の前にそびえる壁でもあります。そして3点目、今日のオチでありますが、実は椎名一三郎への継承はここから始まったというのが3番目のオチです。鶴見雄介は戦時中は連続当選を果たしていますが、戦争協力のこともあって、1946年、公職追放にあります。そして観光地域を地盤にした鶴見が出馬できなくなると、その間隙を縫うかのような形で出馬するのが小沢佐伯氏、一郎氏の弟なんですね。そして県南地域のもう一つの一関で、その鶴見の地盤などからこううまく票を取っていったのが志賀賢治郎氏、その志賀節子のお父様ですね。で、戦時中、占領下にこの小沢志賀が鶴見のいない間に地盤を作るので、鶴見はそこにもう一度入ることができなかったとなります。公職追放が終わって、占領期が終わった後、52年の10月の選挙でもう一度岩手に行くから鶴見は出馬しますが、残念ながら落選すると、参議院の全国区に53年すぐくら替えしています。なので彼は鳩山一郎内閣の大臣、厚生大臣に就任するわけなんですけれども、そして53年の前半に急に鶴見が参議院にくら替えしたのを受けて、急遽、確か1週間って話でしたけど、出馬すると。手を挙げたのが、鶴見雄介の、義理のいとこに当たります、椎名一三郎ですね。最初の53年の選挙では負けますけれども、その後55年の選挙で当選してから、椎名一三郎は連続当選を果たし、椎名元氏へと続いていくという椎名がここでできてくる。なので、これまで、この以前のこの講座で、椎名一三郎がいたから、後藤新平記念館が水沢にできたという話をしましたが、いざ、我々が当たり前のように接しているこの水沢と後藤のゆかりというのは、実は、沖田人生の間に挟まっていて、誰も知らなかったですけど、沖田がいたからこそ鶴見が来て、後藤、鶴見、椎名、そしてもう一度後藤へというこうパイプができてきたという意味では、我々の身近な過去と、この沖田人生資料というのは非常に結びついているものであるというのは、今日のオチになります。で、まとめであります。なので、この沖田甚助文書は、なかなか分析が非常に難しいんですが、非政友会系の動向を伝えてくれる全国的にも非常に珍しい資料ではないかなと思います。今日は数万点ある中の3点に
ご紹介しまして、これから数万点が待っておりますので、この今日の報告を幹にしながら、これから枝葉の分析に移っていくというのが、これから数年間、我々のプロジェクトでやっていこうかなと思う内容であります。また、大分文書だけではなくて、奥州市にはですね、他にも様々な地域資料が眠っておりますし、また保存もされております。その利活用方法を考えること、この宝の山をですね、奥州市のみならず、日本全国、あるいは台湾も含めた世界の人々にどうやって伝えていくかというのは、これから数年間、引き続きプロジェクトしていきたいなと思います。以上です。ちょっと早口になりましたが、ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。冒頭申し上げました通り、発表者への、質問時間の方は、最後の討議の時間にですね、まとめて設けたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。それでは、引き続きですね、発表の方を進めてまいりたいと思います。続きましては、椎名家、資料中の椎名悦三郎関係文書と、関係文書と題しまして、奥州市教育委員会事務局歴史参加主任学芸員の高橋和孝さんより発表の方を頂戴します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。奥州市教育委員会の高橋です。清水先生の発表の最後の方でも、椎名悦三郎への提唱というふうなことで、実は、明治時代から脈々と政治的な地盤がつながっているというのが、奥州市の資料から分かったというふうなことでですね、私はこの一番新しいところに発表させていただくわけですけれども、たびたびですね、この講座でも椎名家資料というふうなことで、椎名悦三郎氏と元氏のですね、ご遺族から寄贈された資料につきまして紹介してきているんですけれども、今年度の3月にですね、無事、椎名悦三郎氏のですね、関係資料につきましては、整理が終わりまして、公開されたというふうなことで、ここでもまた紹介させていただきたいなと思います。まずその椎名家資料とですね、奥州市で読んでいるものに関してなんですけれども、簡単にまとめるとこういった形になります。で、まずは、もともとですね、そのどこにあったのかって言いますと、もう建物自体は取り壊されてしまったんですけれども、水沢の基地工事にありましたですね、旧椎名選挙事務所ですね、そちらの方に、置いてあった資料になります。それがですね、平成29年に、元氏のですね、ご遺族の方から市の方に、一括でっていうふうなことで全部寄付されまして、奥州市の所蔵になっております。これとは別にですね、国立国会図書館の編成資料室の方にですね、椎名悦三郎関係文書というのと、椎名元関係文書っていうものがですね、別に所蔵されておりまして、出たところはですね、すべて同じ椎名家のご遺族なんですけれども、いろいろ事情があって、分裂して、今、2つの機関で分けて持っているというような形になります。で、昨日、ご意見いただきましてですね、その後、全部で6年かかったんですね。6年くらいかけてですね、研究者の、先生ではじめとした研究者の皆様と、市の教育委員会合同で調査を実施いたしまして、昨年の3月5日ですね、成果報告会として、椎名悦三郎資料公開記念シンポジウムというのを開催いたしました。で、こちらの方も、今でもまだ YouTube で見れるので、興味ある方はどうぞ見ていただけたら大変ありがたいです。でですね、この報告会の後にですね、実は一つ大きい動きがありまして、ちょっと今別に画面を共有させていただきますけれども、大きいかな。ごめんなさい。実は、昨年の10月に、国立国会図書館の編成資料室の方で整理が終わった椎名元関係文書というのがですね、公開されました。で、こちら、公表されている情報でして、すべて、原本は見れないんですけど、目録自体を見れるようになってまして、こういう形でですね、椎名元さん関係の、で、こういった形で、見れるようになってまして、で、例えばですね、ちょっとここで見たいのはですね、実はこの政党選挙関係資料っていうのがありまして、こちらの方をですね、ちょっと見てみますと、特にちょっと今、地元事務所、要は
一国の事務所の話なんですけれども、この資料をですね、もう公開になっていて、よくよく見ますと、例えば242番とかだと、平和会大瀬川支部役員を代理とかですね、のがありまして、他にもちょっと祝辞とかもありつつも、なんかいろんなご招待状とか、まあ、借用書とかもこういうのに出てないのがいいのかなかと思いますし、あと、これ平成10年代のものも歴史資料として公開されてるんですね。で結構思い切りがいいなと私たちは思いまして、あとその251番なんかは、市飲み会の大会者名簿ですね、要は講演会から辞めた人の名簿も公開になっちゃってて、もうこれは大丈夫なのかと正直思うんですけれども、ここでは、その資料の公開の是非を取りたいわけではなくて、年代がもう平成10年代なんですね。もうここまでがもう歴史上の資料として、私たちも把握していて、もう公開されるというような時代になってきています。先生の話は明治時代からずっと続くっていう話だったんですが、どこまで続くかっていうと、もう平成10年代までも歴史資料としても公開されて始めています。ですので、もう近現代をやるって場合には、かなり実はもう平成の10年代くらいまで範疇に入ってきているというふうなことがありますので、かなりもう資料の幅っていうのが、昭和どころか平成のかなりもう20年くらいまで食い込んできていますというふうなことになります。でもこれ実は椎名元さんの資料がこうやって残ってるっていうことは、逆に明治時代からこの平成10年代までずっと政治的な地盤がどこにあったのか100年単位でもう分かるっていう、これが大洲市の一つの特徴になります。で、まあ話これがね本筋ではないんで話を戻しますと、でこちらの椎名家資料につきましては、まあ、こういった形でですね、まあ、かなり公開が進んできています。で、まあ、椎名育三郎氏の略歴なんですけれども、こちらは結構、まあ、皆様のご存知の方も多いと思いますけれども、生まれは明治31年になります。で、その後戦前はですね、官僚として活躍してまして、まあ、最終的には軍需次官と商工次官まで上がります。で、昭和30年の衆院選挙で、当選しまして、で、その後ですね、もう、当然直後でもないんですけど、まあ、昭和34年には内閣官房長官、で外務大臣、通産大臣、で、あと最終的には、まあ、椎名体系で大変有名なんですけど、自民党の副総裁まで務めております。で、昭和54年に政界引退しまして、元方針ですね、地盤を引き継いだ後、まあ、この後死去するというふうな、ことになります。で、この椎名家資料の、まあ、整理状況なんですけれども、まあ、ざっくりとしてですね、こういうふうに整理をしています。まずその、まあ、事務所からですね、あまりにも量が多くて、1回で運べなくてですね、2回に分けて運びました。で、1回目で運んだのは、なんかちょっと重要そうなやつっていう、すごい、こう、バフッとしたですね、言い方なんですけれども、すごくなんかこう、重要そうな、なんか大切にされてそうなやつからまず運び出しまして、その後ですね、いろんな名簿類であるとか、そういったものを運び出しました。隣接してですね、椎名育三郎氏の実家である後藤家ですね、そちらの方からも若干資料が残っていたので、そちらからも出しましたし、地元の秘書さんが、管理されてた分もありましたので、そちらも引き受けました。で、今回ですね、こういった、まあ、大量に運び出したわけですけれども、で、整理が終わったのはあくまで A と D、A の全部と B の2箱だけですので、まあ、全体量としてはまだまだ大量にあるかなというふうなところです。具体的にはこういう形になっていまして、まあ、ちょっと今保管しているところですね、会議室みたいなところなんですけれども、その一部屋をもう丸々埋めているくらいあります。で、これ段ボール重なっているので、平置きではない。で、終わったのはこの赤い A のところと、まあ、D のところにある手前の箱くらいしか終わってなくて、あとこの大量にあるこの D のですね、選挙事務所の中にあった大量の資料。がほとんどまあ手つかずというか、まあ、正直何がないまだわからないというようなところになっています。で、この椎名家資料につきましては、まあ、とりあえず終わったものは、まあ、1000点から2000点くらいはあるんですけれども、そちらの中でですね、ざっくりこういった形でと構造になってますというようなことで、まあ、現時点での、まあ、分類になります。丸1から丸6までありまして、まあ、エスタブローさん関係のものと、まあ、元さん関係のもの、あと、まあ、まあ、ご親族に関係するものですね、あと、その事務所で使ったものであるとか、あと写真とかテープですね、やっぱ時代が新しいので、テープ類っていうのが出てきます。あと、いろいろとですね、勲章などの記念品関係というふうなことで、まあ、こ
ういった形で、まあ、分類できるかなというふうに、こういうふうなものが、資料の中に入っていますということは言えるかと思います。でこのうち、1、2、3は、まあ、あの政治活動ですね、個人の政治活動に関係するような考えになります。で4は、まあ、事務所としてですね、管理してた資料でして、まあ、いろんな名簿類であるとか、事務所類ですね、そういったものが、鉄三郎さんの時代から、当時の時代まで、残っているというふうなことになります。で5番と6番はですね、これはあの時代とかっていうよりは資料編隊ですね、まあ、写真とかテープとか、そういう形でまとめたものになりまして、時期的には1から4がやっぱり混在しているふうな形になります。でこのうち公開になっているのは1、2、3の、1、2、6の中で、鉄三郎の時代のものだけになります。これが1217点で、現在のデータ公開です。ご当地的記念館の方にですね、目録が公開されておりますので、閲覧ができるようになっております。でこの、まあ、割合なんですけれども、この円の束自体がですね、最初に申し上げたと、なんかプレー大切なものっていうような形で私たちが持ち出したものですから、もともとやっぱりちょっと古手のものが多かったということがあります。なので、今整理終わってるその A のやつからやったので、C のやつ、鉄三郎氏のやつがですね、圧倒的に多くなっています。ただこれは、その A の奥一部、その A だけをやったっていうふうなものになりますので、実際のところはこれがもっとですね、B の方に手をつけ始めると割合がかなり変わってきます。ですので、まあ、うん。まだまだですね、手つかずのものがあるので、これ、現時点のものになりますので、まだまだ、整理は始まったばかりというのが分かります。で、その、まあ、整理が終わったのが、まあ、市内、北黒市のやつはほぼ整理が終わっているんですけれども、その中でもですね、さらにですね、いろんな時代ごとに、目録上で区分しています。でですね、こういった形で、まあ、一番が東北テオリの株式会社というふうなことで、椎名氏自体はですね、戦後に、まあ、公職からですね、退いておりますので、その後ですね、民間企業というふうなことで、東北テオリの株式会社というのが、まあ、文字下にあったらしいんですけれども、こちらの社長業を務めています。でその後、まあ、政界に入ってくるわけですけれども、その政界に入った後のやつが、まあ、圧倒的に多いですね。一応、抗議関係くらいまでは結構ありますね。でこれらの分類がですね、数量分布がどうなっているのかというふうなことですけれども、まあ、ご覧いただいた通りで、全部の時代が平均的にあるわけではありません。で、こうして多いのが外務大臣の時期の資料になります。で次に多いのはですね、ちょっと第二次佐藤内閣での通産大臣のが結構多いとなっています。あ、じゃあごめんなさい、間違えました。自民党副総裁ですね、副総裁の方が多くなっています。こういった形でですね、すべての時代の資料が、まんべんなく入っているっていうふうなわけではなくて、特定の時代ばっかりやっぱり集中している傾向があります。で、まあ、こちらもですね、まあ、数量から、まあ、読み解けるところっていうふうなところになるんですけれども、一つがですね、まあ、椎名悦三郎氏が亡くなられた後に、椎名悦三郎追悼録刊行会というのが作られます。要は伝記を作ったんですね。その時に2冊の本ができます。1つ目が主に文字で書いてある伝記ですね。記録椎名悦三郎というようなものになります。もう1つが写真ですね。写真が主に掲載されている椎名悦三郎写真集というものの2冊が作られます。どうもこの編纂時にこれらの資料が集められたようです。その集められたものがですね、水沢の市内事務所に保管されていたものになるかなというふうに思います。でこちらがですね、どういうふうな経過で資料が集められたのかっていうのは、実はまだ分かってないところなんですけれども、ざっと見てる感じですと、もともとやっぱり悦三郎氏が持っていた資料と、電気編纂の時にですね、集めた資料っていうのが混在しているように見受けられます。で、一回こう集まってですね、電気編纂が終わった後に、まあ、水沢で管理してたようなんですが、どういう経過かわからないんですが、その一部が国会図書館の県政資料室に移管されたみたいです。それが今現在、国立国会図書館にある椎名悦三郎関係文書っていうふうなまとまりになります。で原資料につきましては、ほとんど年代は戦後に限定されていまして、まあ、先ほどの、まあ、分類の方でも、テントなんですけど、東北テオリーは戦後の社長業より前の資料ってないんですね、お出身では。お出身で持ってる分には。
収集されたなんかコピーみたいな資料には若干戦前のものはあるんですけれども、いずれそれも原資料ではなくて、どこから取ってきたのかもよくわからないようなものがあります。で、例えばですね、椎名氏がもともと持っていただろうというふうなものなんですけれども、例えば、右側の資料ですね、中国問題を考えるっていうふうな、マスコミ研究会っていうところで出したですね、いろいろと時事ネタを書いてある本なんですけれども、こちらに、左側の方は、これはおそらく三木おろしの時のですね、ものでして、要は副総裁の辞任、これ副総裁のやつで椎名さんが書いたやつだからってここに写真上げてるんですけど、他にも実は何名か分これ持ってます、椎名さんが。要は三木首相、当時三木首相に対してですね、これらを何かあった時に最終的に突きつけるつもりだったのかな、ちょっと方法を書き立てられますけれども。いずれそういったですね、もともと信也さんが持っていただろうと思われる資料っていうのが、それなりにあります。対してですね、これはちょっとどうなのかなっていうのがありまして、右側の方はですね、これ取材メモなんですね。どういう経緯でこのメモがですね、要は編集の方に分かったのかっていうのがわからないですが、椎名さんの発言を誰かが書き留めていて、それが要は編纂に使われていたというふうなことが分かっています。で、これ椎名さんのやつだけなんですけど、他にも何種類かありまして、他の政治家の発言メモとかもありますので、やっぱりいろんな、何かごちゃっとあったメモをこんなのをもらったのかなと思います。で、また左側の方はですね、これ、日中国交正常化の時にですね、台湾と断交するんですけれども、台湾と断交する時にですね、まさかの椎名さんがですね、断交してくださいって謝りに行くわけですね。その時に、台湾に行った椎名さんが、台湾のですね、有力者たちとですね、有力政治家たちと、どういう会談をしたのかっていうのを、日本側に電報で打つわけですね。これが、外務省に原稿があるわけですけれども、この原稿からコピーを取ったやつがなぜかあるんですね。これ、ここで公文書で、なぜこれがここにあるのかっていうのもたっぷりわからないんですけれども、ただこれもやっぱり、記録しない三郎とかに引かれているので、電気検査の時に集めたものかなというふうに思います。当時はそんなにですね、管理が悪かったわけじゃないと思うんですけれども、多分いろいろと、入手する何かはあったのかなというふうには思います。でもこれらもですね、コピーではあるんですけれども、ほぼ原子力コピーなので、価値としてはかなり高いふうなものになるかと思います。他の、政治家の資料とかでも、こういった公文書系の資料っていうのは大量に含まれてきますので、何も信也さんだけこういうのが持ってるっていうようなわけではないというふうなことになります。でですね、もう一つ大きい特徴としては、衆議院時代の資料っていうのは、基本的に外務大臣の資料と自民党の副総裁の時期の資料っていうのが圧倒的に多い。くなっています。それは先ほどのですね、グラフでも、表されているわけですけれども、やっぱり時期によってですね、資料の残存状況にかなり濃淡があるというのが現状です。でですね、これ、親切もその後藤新提言にですね、使われている資料っていうのが全部が全部使われているわけではないということを、論証されておられますけれども、収集資料の全てがやっぱり電気に使用されたわけではなさそうだということも、信也さんの方からも言えます。これはですね、記録シーナイツダブローの電気の方ですね、それのページ配分をですね、ただ単に私がただ数えて入れただけなんですけれども、見ていただくと分かるんですけれども、そんなにやっぱり各年代、比較的バランスよく書いてる、確かにちょっと多いことも多いんですけれども、全部、どこかだけ極端に少ないとかっていうことではなくて、比較的ですね、力が入れて書いてる言葉は長いんですけれども、特に椎名採点とかなんかものすごく長いですね。それを椎名さんの人生の中では非常に大きい出来事だったので、当然多くなるのはわかるんですけれども、こういった形ですね、でも彼にとって他のところも全く書いてないかっていうと、そんなことはなくて、比較的、何十ページかも全部書いてあるっていうふうなことになります。で、この中からですね、政治家って衆院議員やってた時期のですね、それから割合をですね、4つに区切りましてやってみるんですけれども、これ見た感じだと、そんなにやっぱり、どこかだけ少なかったり多かったりってことはなくて、比較的バランスよく書こうとはしてたのかなという
というようなことは、なんとなく感じるところではあります。ただですね、その実際の資料の残存とは全く合わないところでして、やっぱり一番多いのところで、財務大臣の時期がやっぱり残されているのは多いんですね。私、あと他にやっぱ自民党副総裁は多いんですけれども、外務大臣よりは実は多くないです。またですね、ちょっとここの図だけでは実は分からないんですが、内閣官房長官をやってるんですけれども、内閣官房長官やった時の資料とかも比較的多めに残っているんですが、これは実は現役にはほとんど使われていません。というのはですね、内閣官房とかにあった時期っていうのは安保闘争の時期でして、すごい、私たちが見ても、こういう時代になってるんですっていうようなくらいなんですけれども、歴史編纂の頃に果たしてこれを使える、歴史編纂として出せるかどうかっていうのはまた別問題でして、非常にですね、デリケートな問題が多分当時は絡んでいたので、出せなかったのかなとか、相当ですけれども思いますけれども、そういった形でですね、必ずしもその電気のですね、厚い部分、薄い部分と資料の残存状況というのが一致していないというのが現状でして、やっぱり、全てを全て、使ったわけではないというようなことが分かります。逆に言えば、電気に載ってない資料というのは、押収にたくさん残っているので、これをですね、あと、皆さんに、いろんな研究者の方とかですね、に見ていただけると大変ありがたいかなというふうに思っています。で、まとめなんですけれども、現状でですね、市内スタグロに関しましては、国会図書館の県政資料室にある資料ですね。で、プラスですね、押収して保存している資料というのが、ほぼ全部かなというふうに見立てております。ただですね、関係者の皆さんはまだご存命の方とかいらっしゃいますけれども、まだ資料は残っているかもしれないので、まだ調査を続けなきゃいけないかなというふうに考えています。で、国会図書館に入ってますで、市内スタグロ関係文書っていうのは、日記とかメモとかが下になっています。皆様のお手元の資料にもですね、その国会図書館所蔵の、市内との関係文書がどういう目録構成になっているのかっていうのはお示ししていますけれども、その次には手帳とか日記とメモ、原稿、書類、あと図書館っていうふうな形の構造になっています。で、基本的にはこれらっていうのは、五郎さんがその時何を考えてたかとか、そういったことを示す資料なので、非常にですね、政治家の研究をするのがなかなか重要なやつなんですね。そういったものがですね、国家図書館に、保存されているというふうなことになります。で、もう一点、じゃあ、押収紙はどうなのかって言いますと、こちらの方はですね、公文書であるとか、校内のですね、文書っていうのが、主体になってきます。なので、どちらかというと、五郎さんがですね、どういう仕事をしてたかとか、あとその判断を下すに至った背景として、どういう情報を仕入れていたのか、そういったですね、背景を示す資料としては非常に有用であるかなというふうに考えています。で、この2つの資料をですね、組み合わせることによってですね、より深くですね、当時の、昭和の、政治の研究というのが進んでくるのかなというふうに思います。で、ちょっと最後の方は、ざっくりとなんですけれども、これは欧州人によくあるタイプの資料ですよ。公文書なんですよね、ほとんど。大臣ってこの右側の方書いてある。国費大臣って書いてあるんですけど、普通に欧州人は私なんか広めてみちゃってるんですけれども、こういったですね、これは、日仏、要は日本とフランスの大臣クラスのですね、定期協議の時のですね、会議になるわけです。で、左側の資料がですね、これはですね、民主党の党治安対策特別委員会というのがあったらしくて、しかも昭和34年なので、安保闘争の60年安保の時期なんですけれども、この時にですね、これに対しては、これは、ベドレンコ氏というのかな。ベドレンコ氏がですね、講演した内容を、自由と民主党で、自民党でですね、文字起こししたやつ。というふうになります。こういったですね、党内の資料であるとか、行政の資料っていうのが入ってきています。で、これ国会図書館にあるやつなんですけど、大津市にあるやつなんですけれども、市の方は市の方でいろいろ書いていまして、例えば三木武夫氏がですね、総裁選が出た時の、多分調達誌みたいなものを配ったんだと思うんですけれども、ここにですね、つらつらといろいろなことをですね、書いていてですね、どうしてこんなにいろいろ書いてあるのに、ミキさんを選んだのかなとか、ちょっと思ったんですけれども、いろいろやっぱりちょっとこういうふうな形でメモですね、をいろんなところにしていて、こういうところからこの人が何を考えてたのかっていうのを、
組み立てていって、しかもそれが書いてあるのが、このミキさんのですね、冊子だったので、まあ、ミキさんに対してどう思ってたのかなとかっていうのをちょっと伺い知れるっていうふうなことがあります。これとですね、要は考えと仕事と2つのですね、柱の資料っていうのが残っているっていうのが、まあ、一つ重要だったので、まあ、ちょっと公共と大手と2つに分かれちゃってるんですけれども、組み合わせていけばいろいろとまだ分かることがあるのかなっていうふうに思います。ここの部分の話は以上になります。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは発表の方ですね、続けてまいりたいと思います。ここからはですね、ちょっとこうグループ発表みたいな感じになってきますけれども、続きましてはですね、学校資料を残すため、ね、デジタルアーカイブによる、まあ、試みと題しましてですね、金沢大学の高田先生、それから、合同会社アマネのですね、佐々木志子さんと、そして私と、3人でですね、発表の方ですね、ご報告の方をさせて、いただきたいというふうにこう思っております。で、まず、最初にですね、私の方からですね、ご報告というか、ちょっと触りの部分ですね、ご報告してまいりたいなというふうに思っております。皆様もご存知の通りですね、欧州市に限らず全国的に、少子高齢化ということでですね、学校の、統廃も、非常にですね、進んでいるというふうな、ことがこう挙げられています。そして欧州市でもですね、昨年度は、江差市でもですね、7校に及ぶですね、並行校、学校がですね、並行したということもございましてですね、こうしたその学校に残されている資料をですね、どのようにですね、扱っていくのか、収集して、そして未来に残していくのか。というような、試みですね。今年度の実例をですね、元にですね、少し皆様にご報告申し上げたいなというふうなところからですね、3名で、これから発表してまいりたいと思います。で、今申し上げました通りですね、欧州市内の学校の再編状況というのがございます。で、すでに2022年からですね、小学校、それから中学校、そして、昨年度は小学校がですね、7校、並行するというようなですね、状況となっております。で、昨年度にとどまらずですね、今年度についてもですね、すでに2校ですね、3月末での並行が、決まっております。それからですね、学校って中学校とか小学校だけではなくて、幼稚園。ですね、これも対象になっております。岩屋堂幼稚園とか桜川幼稚園といったようなですね、幼稚園も、今年度末での閉校、閉園ですね、というのがですね、決まっております。で、皆様もご存知の通り、やっぱり学校っていうのはやっぱり歴史が長いですし、その地域にとってもですね、コミュニティの中核としての役割を果たしてきた、場所でございます。ですから、その、生徒、児童がですね、通って、学習するだけではなくてですね、地域の方々にとっても、よりどころの一つであり、そして、その長い歴史の中で、さまざまなその地域資料であったりですね、そして、それから学校の活動の中ですね、蓄積されてきた資料にですね、非常にこう多くあるというふうなところからですね、こういったその、学校資料と、定義さ、されるですね、定義した、資料ですね、調査、収集活動をですね、今年度、実施いたしております。で、すでにですね、先行事例としてはやっぱり高知県、をはじめとする四国地方などでもですね、この学校資料の、収集やその調査、それから公開というものがですね、取り組まれて、ございます。こちらは高知県の学校資料を考える会議でですね、まとめられたその学校資料の価値というものをですね、こう一覧にまとめたものでございます。で、私たちもこういったものをこう参考にしながらですね、その地域の学校にそういったその、学校資料としての価値ですね、一言ではこう言い表せない、その
いわゆる教育的なその資料価値があるものももちろんですし、それからその地域史の、研究においてもですね、非常にその、有効な価値を持つですね、そういったその資料が多分にですね、蓄積されているだろうと、まあ、いうようなですね、その多角的な、まあ、視点でもってですね、資料の調査、収集にこう、当たることと、なりました。学校資料調査、まあ、調査から収集の流れということで、ございますけれども、調査体制としましては、まあ、その、いわゆる学校、市内のですね、公立学校を管轄している奥州市教育委員会、が主体となりまして、教育委員会の中でも、まあ、今日、おいでいただいているのは歴史遺産課というですね、特にその文化行政、文化財などを取り扱うですね、部署でございますけれども、学校の場合は基本的には学校教育課といったようなですね、ところがですね、教育委員会の中でもその主管している、ところでございますので、この、まあ、2つの、部署でのその調整、なども行いましてですね、その、どういったものにその、学校資料としての価値が含まれるのかというようなことをですね、確認し合いながら、そしてまあ調整を図りながらですね、調査、調査からその収集の流れというものがこう構築されております。それから、まあ、私が所属する江差共同文化といったようなですね、まあ、共同で、資料調査というのがこう実施されたというところでございます。で、これは昨年度になりますね、その、資料調査、まあ、12月ぐらいからですね、聞き取りと、それから実際その学校に赴いてですね、まあ、どのようなものがあるのか、資料実験といったような形で実物を見ながらですね、さまざま調査を行っていきます。で、それと合わせまして、その、学校資料の行き先についても、やはりその確認をしていかなければならない。まあ、移管先の確認ですね。で、どういったところにですね、その学校に置かれているものがですね、移り変わっていくか、移管されるかというと、まあ、様々なケースがございます。まあ、原則としてはその統合校への移管ですね、そのこれから統合される学校にですね、まあ、全てこう移管されるというふうな、形がまあ原則として取られるようでございますけれども、ただ、まあ、それ、例えば江差のその東部地区、ではですね、その6つの学校が1つの学校にこう集約されるというふうな形になりますので、すべからくですね、1つの学校にこう持ち込むことっていうのはなかなか難しいというのは、これはもう想像に難くないわけでございます。そうすると、やはりその行き場を失うものっていうのも当然出てくるだろうなというようなですね、認識でもって、聞き取りなども行っております。で、もう一つは他校への移管、統合校ではなくてですね、例えばその、学校資料を積極的に、まあ、収集しているというような学校も、中にあったりはします。学校の、校内にですね、郷土資料室みたいな一室を設けてですね、そしてその、まあ、教育資料などをこう収集しているというふうなケースもありますので、そういった部分も、確認をさせていただいている、おります。それからもう一つですね、これもすごく重要ですけども、地域活用するんですね。やっぱりその学校というのはその地域のコミュニティの中核としての役割を果たしておりますので、それをその地域拠点である、まあ、地域の振興会とか地区センターといったところにですね、移して、地域でこう今後活用していくというふうなですね、ことも見られますので、その辺についてもですね、きちんと確認をしなければ。例えばその昔のその写真とかをですね、やっぱり地域でこう活用したいんだというふうなですね、意向も聞かれたりしますので、そういった部分、まあ、地区センター、などとの調整などもこう図って、おったところでございます。それからもう一つの選択肢としては、その奥州市への移管。これはまあ歴史遺産課が中心となって所管してですね、まあ、いわゆるまあ文化財、のような形でですね、まあ、他の文化財とその、まあ、同様にですね、取り扱っていくというような、そういったですね、様々なその意向の確認、あるいはその調整なども合わせて行って、きたところでございます。そして、まあ、資料集団につきましては、昨年度については並行をめどにですね、実施しています。歴史遺産課と江差郷土文化館、によってですね、資料集荷などがこう、そして当館ですね、京都文化館の方にまあ一時保管されるというふうな流れでございました。そして、最終確認調査、これはもう並行後にですね、
再びその校内をですね、確認いたしまして、まあ、いわゆるその取りこぼしがないだろうかというようなことについてもですね、再度ですね、その確認調査なども、こう、4月から5月ぐらいにかけて行っております。そして、まあ、資料整理ですね、まあ、週間後にですね、まあ、外出調査であったり、大体その箱で積まれた状態のものを箱ごと持ってきたりしてますので、その箱の中身は、果たしてどれぐらいのですね、数量が詰まっているのかなどなどですね、改めてこう、外数なども調査、そして、まあ、整備作業を行っております。で、この間にですね、その学校資料の取り扱い、それから、まあ、あるいはその公開方法などもですね、検討や協議がですね、繰り返し、行われて、きました。やはりその、もちろん学校ですから公的な文書、資料なども扱いますし、まあ、個人情報ももちろんございます。そういったやっぱりその機微に触れるようなものなどもですね、当然、近年のものであれば、これはもう行政文書としてですね、市役所の方に、まあ、学校教育課が主体、となってですね、まあ、移管したりされるものも、ほとんどでございますけれども、やはりその、過去に遡るものであってもですね、なかなかやっぱりその、公開の難しい、などのですね、ものもありますので、そういったものの取り扱い、というのはですね、まあ、検討、協議を重ねてきたところでございます。ただですね、その膨大なやっぱり資料を扱いますので、私たちも一点一点ですね、例えば書類を開いて中見たりということはほとんどしませんので、まずどういったものがですね、その、取り扱いに注意しなければいけないのかなどもですね、まあ、様々なその意見、などをこう集約しながらですね、検討をこう重ねながらの、まあ、こういった、実践作業ということを行ってまいりました。で、実際その学校に赴いて調査した時の状況でございます。まあ皆さんもね、やっぱりその、学校でよく見かけるようなこういった、地質標本などが詰まった棚とかですね。それからあとはもう一つやっぱ学校資料の特徴としては、その地域出身のですね、郷土の画家であったりですね、そういった芸術家の作品などがこう、学校にこう置かれていたりと、まあ、いうようなケースもよく見られます。それからはもちろんその、本当に戦前まで遡るようなですね、学校関連のその資料もですね、まあ、厳重にこう保管されていたりというふうなものがございます。100年以上前のものもですね、資料として、文書関係なども残されていた。あとはちょっと珍しいものですと、その学校の校歌ですね。で、まあ、原譜に近いものなのかな。原譜かどうかはちょっと、まだ、判然としませんけれども、非常にその、原文に近いと思われるものが校長室に掲げられていたりと。で、まあ、これ、井手小学校の校歌ですけれども、作詞したのが佐藤浩市先生、まあ、学校の先生ですけれども、まあ、京都の歴史家としても非常にですね、知られている方でございます。で、作曲はですね、高野橋陽一先生、岩手大学の教授をなさった方で、岩手県内の学校の校歌、かなり作ってるんですね。で、もしその、これ楽譜ですからね、高野橋先生の、実質による原譜だとすると、ものすごくその資料価値としても高いものだというふうなことが言えるかと思います。ただ、ちょっとまだわからないです。その原譜なのかどうかっていうのは。あとはですね、その学校資料あるあるじゃないですけど、土器が必ずあります。学校には。これはおそらく地域の方がね、持ち寄って、まあ、学校にこう溜まっていくんだろうと思いますけども、まあ、縄文土器だったりですね、古代の、まあ、弾きとか青磁といったような土器は必ず、石器ももちろんあるんですけども、必ずと言っていいほどですね、学校にも土器が、保存されているというケースもですね、これはまずほぼ100%学校に行くとですね、土器があるというのが、判明しております。それからあとはその、学校のその取り組みとして、その民族芸能をですね、取り入れたその教育活動なども盛んに行われておりますので、まあ、まさにその地域性を表すものとしてですね、こういった獅子踊りの、まあ、装束であったり、太鼓とかですね、こういったものも、やっぱりその学校によって、まあ、様々な特色がですね、学校に置かれている学校資料で、学校の特色がですね、非常に多く見られる、違いがですね、感じられるといったようなところです。それから、やっぱりその生徒、児童が作ったこういった作品などもですね、学校資料として、まあ、収課対象にして、おります。で、中にはですね、こういったその、村史ですね、いわゆる現在の自治体史につながるような、まあ、これは藤里村、
の福地里村史ですけれども、こういったものも学校にこう置かれて、おったわけですね。で、これは原本ですね。で、これは何を意味するかというと、やっぱりその今でこそ博物館施設のようなものは、まあ、各自治体などにありますけれども、そういったものがなかった時代っていうのは、やっぱりその地域の歴史、文化のですね、記録であったり、こういった調査、などっていうのは、学校外になってきたということが言えるんですね。まあ、その主体となったのが、ね、学校の先生たち。教育活動の傍らですね、その地域の歴史をこう調べて、まとめ上げるというようなですね、活動も、やはりその、かつては行われていた。で、岩手では昭和15、6年にですね、共同教育資料、各郡村ごとにこう、作成するという事業も行われておりますので、まさにやっぱりそういった、まあ、今日的な博物館でやるようなですね、博物館とか教育委員会でやるようなですね、あと、私費編纂室のような、ところでやるようなですね、業務っていうのをですね、実はその学校が担ってですね、そしてその先生たちが主体的に、行っていたというふうなことがですね、こういった資料などから伺えるわけです。それからこの菊花紋章は、かつて学校に設置が、まあ、戦前ですね、義務付けられていた、まあ、報恩殿の、に取り付けられていたものであろうというふうにこう推察されます。報恩殿って教育勅語とかですね、天皇陛下の、まあ、御影というか、御神影みたいなものを、お祭りするような場所。これは戦後には廃止されますので、そういった、まあ、名残というかですね、ものもですね、学校にも置かれる。まあ、報恩殿は取り壊したけど、さすがに菊の紋は捨てれなかったんでしょうね。やっぱり学校にこう保管されていたものもこう使っております。で、そうしたことから、この学校資料ですね、まあ、調査、収集したわけなんですけども、学校資料を取り巻く、まあ、事業展開として、やっぱりその学校資料というものには、その地域資料が、まあ、多分に含まれているんですね。で、教育活動や、地域史研究の、まあ、原資料としての、まあ、幅広いやっぱり活用がですね、まあ、期待できるものが非常に多いということが分かりました。まあ、しかしながらですね、その調査やその分類整理、それから公開に至るまでには、その膨大な、まあ、時間と、まあ、人的な負担もですね、要するわけでございます。で、しかもですね、昨年度はやっぱりその6校分の資料をですね、すべて集荷して、したわけですので、まあ、機が熟してからやろうっていうふうに考えていたら、多分ですね、もう、絶対できないとですね、言い方悪いですけども、指導してしまうパターンにですね、陥るんではないかというふうなですね、懸念もございました。まあ、そのおそらくその資料を調査して、その集荷したその流れですか、勢いっていうのが、まさにその機が熟した状態だったのかなというふうなこともですね、言えると思います。で、そこでですね、かねてから奥州市をフィールドにですね、研究、ですね、活動をいただいております、金沢大学学術メディア創生センターのですね、坂田先生、ですね、この、いわゆる逐次公開型運用モデルの確立のこの研究、これに当てはめてですね、この学校資料を、なんとかですね、整理、公開まで、することができないだろうかというようなですね、ご相談をさせていただいたところですね、大変、快く快諾をいただきましてですね、デジタルアーカイブ公開に向けたその支援ということを、ものをいただけることになりました。これは高田先生のみならですね、合同会社アマネの皆様にもご支援いただいてですね、行うというような実施していくというふうなですね、こう、流れに、持っていくことが、できたわけでございます。ただ、それだけではなくてですね、合わせてその江差郷土文化館による企画展の開催もこう、同時にできないだろうかというふうなこと。ですから、もうデジタルアーカイブ、デジタルと、それから、いわゆるまあアナログといっちゃあれですけども、従来的なですね、展示公開といった手法。これをその、同時に、することでですね、よりその学校資料を効果的に広くですね、認知してもらう。そういったその手立てをこう構築できないだろうか、いうような、ことをこう、考え、こう取り組んだわけでございます。したがって、そのデジタルアーカイブ公開と展覧会によるその協調事業を通じた、その学術分野への、まあ、情報提供と共有ですね。それからその地域学校、それから博物館施設を結ぶ、まあ、新たな交流点としての、その、プラットフォームのような、ものを構築できないだろうかというふうな考え方、そ
そしてその地域史研究に資する学校資料の潜在性と意義を探りながら、それをですね、特にその欧州市民の皆様にこう関心を高めてもらおうというような試みをですね、展開したところでございます。はい、で、このまあ整理作業状況ですね、もうあの一時保管的にこの郷土文化館の中にこう資料を集めてですね、そこからこう、台数を数えたり、ラベルを貼ったりですね、箱を入れ替えたりといったような、結構その地道で膨大な作業を、天音さんをはじめですね、ご支援いただきながらこうやっております。そしてもう一つやはりそのデジタルアーカイブ公開に向けたですね、こういったその撮影などもですね、同時進行的にこう行ったところでございます。そして合わせてですね、8月11日からはその学校の面影展というですね、この企画展の、の開催も行っております。で、収集した資料ですね。ですから、5月ぐらいまでかけて収集した資料ですね。大体その、2、3ヶ月後にはですね、こういったその、デジタルアーカイブを含めてこう公開にこぎつける、非常にそのスピーディーな流れ。で、まさにその、その資料調査収集の、まあ、流れというかですね、本当に勢いに乗じる形でですね、展開できた、そういったその複合的な事業だったな、というふうなことが、言えるわけでございます。まあ、決して広い展示室ではないですけれども、本当にもう200点以上に及ぶですね、学校資料の公開を、することが、できたわけでございます。それからデジタルアーカイブ公開につきましては、やはりその天音さん、中心にですね、構築していただきまして、これ当館のホームページ、トップページでございますけれども、ここの部分の、記事のところですね、記事くんの、写真のところをポチッとですね、クリックすると、こういったその学校資料の、デジタルアーカイブ公開というページにこうページが開きます。そしてその中のあまねアーカイブスというところ、ここですね、ここをポチッとクリックするとですね、このような画面、そして、撮影された画像などがですね、一つ一つこう、しかもその、非常にその高解像度のですね、詳細画像としてこう、閲覧することができると、これは今でも、どなたでも、それからどこからでも、アクセス可能ですので、ぜひ皆さんお試しいただければと、ご確認いただければというふうに思っております。前段の部分になりましたけれども、私の方からは、以上とさせていただきまして、続きまして、今回のその事業のですね、主体でございます、高田先生の方からですね、引き続き、ご報告を頂戴したいと思います。お願いいたします。はい。ちょっと資料を、まず、ください。はい。ただいま紹介で預かりました。金沢大学の高田と申します。で、本日は、野坂さんから前段で報告がありましたけれども、まあ、学校資料を残すために、まあ、デジタルアーカイブの試みということで、まあ、その中で、まあ、今まではこういう資料の中身ですとか、そういう話でしたけども、私からはその資料の公開の仕方ですね、まあ、最初に言うこの逐次公開型っていうことをちょっと太字にしてありますけども、まあ、最初に言ってしまうと、整理途上の資料を、公開できないかという試みについてお話しさせていただきたいと思います。で、最初に簡単に自己紹介させていただきますけれども、私は金沢大学の学術メディア創生センターというところに所属しています。で、まあ、いわゆる昔から言う計算機センターとか情報センターでございまして、本来は、専門は、まあ、情報関係ということで、歴史系とかそういうところじゃないんですけれども、まあ、そういう歴史系とかそういう、地域資料の研究されている方々と、まあ、共同で、いかに資料を、有効に活用できるかということで、研究を進めております。で、一番下の、まあ、研究社会活動ってありますように、まあ、オープンサイエンスの推進ということで、最近ではそういう、まあ、研究で出てきます、まあ、学術情報、まあ、研究資料を、まあ、いかに、まあ、デジタル化し、保存し、まあ、活用、再利用できるかということをやっております。で、今日はですね、この、
逐次効果につきまして、ちょっと皆さんにお話したいと思います。15分ほどお時間をください。で、まずこのオープンサイエンスについて、お話ししたいと思います。今日の、発表概要はこのようになります。で、私はオープンサイエンスの推進ということで、長らく活動しているわけですけれども、このオープンサイエンスというのは、ここにありますように、ちょっとお待ちください。この論文や研究データなどの研究成果を公開し、学術界はもとより産業界、それから一般社会から広く、アクセス可能にするという、そういうことを目的にしております。で、従来はですね、研究、えーと、まあ、論文ばかりが、注目されたわけですけども、そういう、最近の、考えで、オープンサイエンスでは、それの元となった、研究データまでも、世の中で、広く公開して、活用していただこうという、そういうものでございます。で、そういう研究データ、今回で言いますと、地域資料、歴史資料とかになるわけですけども、そういうものを、公開すると、どういうメリットがあるかというと、やはり、この下の枠の中見てほしいんですけれども、研究の見える化ということで、そういう、論文を書いた後にですね、こういう研究資料が公開されることで、再現性の確保といいますか、研究自身がもっと広く見えるということ、それから、比較研究ですね、いろいろな分野の、いろいろな地域の資料を、比較して、研究を進めることができる。それから、ちょっと、切り口を変えますと、所在マップと書きますけれども、やはりこういうものを公開することによって、どこに何かがあるか、研究者だけではなくて、博物館とか自治体、さらに一般市民の方々に、どういうところにどういう、研究資料があるかということにつながり、研究者にとっては、研究資料の短縮にもつながりますし、例えば、研究じゃないですけども、こういうことをしておくことによって、今、私の出身の石川県では、そういう災害で被災資料とか出てますけども、こういう、どこに何があるか、こういうことを公開することによって、そういう資料のレスキューにもつながっていく場合もあります。それからやはり一番大きいのは、社会一般に、広く公開していくという部分でございます。で、今回、この辺さっと終わらせておくところなんですけれども、研究資料の中でも、この、ロングテールデータと書いたところなんですけれども、やっぱ地域資料代表的なんですけれども、さまざまな地域にさまざまな資料があるわけですね。そういうものを、中心に、この逐次公開というものを実践いたしました。で、今度は調査の現状、問題点ということを書きましたけれども、このあたり、冒頭に伏見先生からも少し触れたところですけれども、最近のこういう地域資料の調査の問題点といいますと、やはり地域の、少子高齢化というものがあります。で、膨大な資料が存在する、特に、欧州市は資料の宝庫という感じでしょうか、そういうコメントもありましたけども、膨大な資料が存在するけれども、少子高齢化、予算も増えないということで、さまざまなそういう、個人的に、管理していたものも、管理しきれなくなって、市の方、教育委員会の方で引き取るという形になってくる。これは欧州市だけではなくて、日本中であることなんですけども、でもそれでも予算が増えないということで、やっぱり予算と、マンパワーですね、そういうものが不足するということで、それやっぱりなかなか進まないので、気がつくとある年代、ある地域の、ある分野の資料が喪失してしまう、経年劣化でありましたり、管理しきれなくなって、どこに行ったかわからなくなる、さまざまなことで、資料が消失してしまうということがあります。
これは、一番大きな問題です。で、関連して、この2番はもう、1番と関連するわけですけれども、調査のメリハリ問題、これは特に悪いって言ってるわけじゃないんですけども、普通研究者、それからそういう学芸員などのし、あの、で、においては、やっぱりこういう資料をですね、公開に向けてしっかり、調査して、しっかりしたものを公開しようとしているわけですけども、やはり、今回の学校資料もそうなんですけども、そうしてるとやっぱり資金もありませんし、人手も足りません、時間もありません。で、やっとくと、延々にもう何年先に公開されるかわからない。そうすると、やっぱり消失してしまうということがあり、このあたり、1の問題から、手がつけられてない資料が多いということです。それから、このあたりは、あんまり、大きい声では言えないんですけども、研究者の問題ということで、研究者の行動や慣習的な問題と書かせていただいたんですけども、こういう地方の資料とか、そういう歴史資料を、調査したときにですね、全体を調査するんではなくて、興味のある部分だけを、断片的に調査するですとか、それから、一番最初に調査した人が、自分の所有と勘違いして、占有したりと。あと、こういうことあってはならないんですけども、地域のし、あの資料の地域からのも、も、えーと、持ち去りなんかが、あったりするかもしれないという、こういう、問題点があったりします。で、結局、これらをまとめますと、やっぱ資料、貴重な資料が多すぎ、多いことはいいことなんですけれども、やっぱりリソース不足で、人手とか予算不足で、こういう一部のみ公開され、残りは永遠に忘れ去られる、可能性がないという、こういうことがあります。で、そこで発想なんですけれども、こういう、地域の資料の物理的な消失に対応する手段としてですけれども、さらに3番目の問題に、研究者によるつまみ食いとか囲い込みの抑制のためにですね、早期、早い段階で、地域資料の存在を明らかにすると、ある、ここに何があるということを明らかにし、それを社会で共有する。それのことを、早期公開ということなんですけれども、調査の途中の段階で、共有していこう。存在の見える化みたいなことを、を発想したわけです。で、これが、やっと本題の逐次公開ということになったんですけれども、一言で言いますと、資料の、整理途上における、公開ということで、こういう、蔵に入って、調査とか整理するわけですけれども、そういう、その段階で、段階的にですね、早期の段階に公開し、その後の状況により逐次、充実していけばよいのではないかということです。で、その後の状況というのは、調査した研究者ですとか、そういう、人たちの、興味でもいいですし、組織の都合、資金の充実、社会の様相って書きましたけれども、とりあえず、あるっていうことを世の中、社会で共有して、みんなで見られるように、しときましょうということです。で、調査の段階というのが、もう一番大きい、ここに、下にちょっと、絵を描いてみましたけども、蔵単位、箱とか柳織単位とか、束、目録では、ここの資料、これは詳細な内容までという意味なんですけども、そういう、どこって決めるのではなくて、調査して、ここまでなら、公開してもいいだろうというところでございます。で、これが、ずっと、この実践で、私と、天音さんとで、逐次公開モデルということで、実験しているところなんですけども、こういう、作業の過程で、様々な、産業ですとか、それから、整理があり、そして学術的な検証が行われるわけですけども、その段階段階の節目節目のところですね、そういうところで、
暫定的に公開しましょうということで、特にどこまで行ったらという決まりはなくて、資料とか分野とか、地域、それからそういう組織の都合で公開すればいいということです。で、えっとですね、ちょっと飛ばすかな。で、えっと、で、ずっとこういうことをやってきたわけですけれども、やっぱり、この何年か前から、この欧州資産と、そういう、協力を得て、築地型のですね、運用型のモデルの実証を開始しました。で、やっぱり欧州資産はですね、いろいろな資料、こういう歴史資料とか多くて、実践するということで、お願いしたわけですけれども、快く協力、体制を取ることができました。で、22年度から始めたんですけども、ちょっとコロナとかで、少し遅れたわけですけども、21年度からか、22年度から23年度にかけて、現在、2件が公開され、4件が準備中ということです。こういう、先ほどから伏見先生などもからお話も出てきたものがあるんですけども、1から6のこういう今までに調査を行いました。見て分かりますように、資料の、途上ということで、目録のあるものは目録のデジタル化の公開ですとか、概要調査の結果の公開、今、本題の学校資料ですと、資料の概要調査と一部のデジタル化ということで、進めております。学校調査が3で、先ほど下井坂なんかもあるわけですけれども、こういう感じで、調査の本当の途上なわけです。で、その中でも、この青いやつです。準備中、じゅ、あの公開されたものもありますし、公開予定というのもあります。で、今、学校調査のやつですと、もう一度ちょっと繰り返しますけども、まず7校のから集めたものの、概要調査を早期に公開すると。そして、これだけじゃ、どういうものかということが伝わりにくいので、一部資料の、デジタル化も行っております。そして、野坂さんからあったように、それの活用事例として、企画展も行われました。ちょっとここに、この資料ちょっと使い回しで、ここ学校資料になってませんけども、この段階ですね、1の段階で概要調査を公開すると、それから一部資料の、デジタル化を行うということで、この築地公開型の、運用についても意味があるんですけども、ここで概要調査の結果と、一部資料のデジタル化公開ということで、オープン化の段階として、概要調査と、そういうデジタル化した画像の公開ということで、意図的にですね、この逐次公開の段階として、差をつけることで、こういう、実践というか、この逐次型公開の、仕組みを試すための実験ともなっております。で、ここまでですね、それで、何ですかね。この単に公開するだけではなくて、活用事例としての企画展なども行うということで、ここが非常に重要なことで、どういうふうに活用できるかということの、一つの事例となっております。で、簡単でしたけども、ここまでが逐次公開の、どういうものかということの説明で、実際の、資料のそういう整理とかに関しては、次に佐々木翔さんから説明させていただきます。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。それでは、共有はできました。では、
私からは、資料整理からデジタルアーカイブ公開までの点々ということで発表させていただきます。ただいまご紹介に預かりました、合同会社、天音の佐々木と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、調査内容と、調査方法、調査結果ということで、3本立てで、進めていきたいと思います。まずは、自己紹介させていただきたいと思います。出身が、青森県のむつ市でございます。今、会社の勤務の関係で、石川県金沢市に住んでおります。専門が日本史の近世です。2年前に、愛媛大学の大学院を卒業したところで、今入社してから、2年目がもうすぐ終わるところという感じです。学生時代は、学生補助員として研究室で、長く、資料整理を行っておりまして、災害の起きた際に、資料の救出をしたりとかもする資料ネットの方にも、所属しておりました。で、今の、会社での職務におきましては、宮崎県の門川町の近代文書を中心とした、資料群の資料整理だとか、東京の、築地本願寺の調査や、こちらの奥州市さんの文書調査などにも関わらせていただいております。よろしくお願いいたします。で、会社の方は、合同会社、あまねという会社で、合同会社、あまねという会社でございまして、ちょっと人数は少ない少数精鋭の会社ではあるんですけれども、本社が、金沢市で、宮城県仙台市と東京の方にも、ラボを構えております。で、学術資料の、詳細整理だとか、それの情報資源化、またその活用などの、主に歴史資料や民族資料などに関わるような仕事をさせていただいております。一応、課金費の方も申請できる機関として登録されております。こちらがその様子ですね。左上の2枚のあたりが実際に整理をしているような現場でして、こちらは左のやつは、奥州市さんの、作業の時の様子になりますね。で、こちら、情報資源化ということで、デジタル系の仕事も行っております。で、左下、情報資料、学術資料の活用発信ということで、いろいろな企画とかもさせていただいております。で、今回の本題の方に入っていきたいと思います。調査概要ですね。先ほどからも紹介が何回かありましたので、割愛していくところもございますけれども、高田先生の、科研の方で進めさせていただいておりました。で、あまねの他にも、いろんな方々と一緒に調査を進めさせていただいておりまして、で、学術資料の保存を目的に、行いました。で、内容としましては、地域資料の、概要調査と、目録作成より、デジタル化、画像としてデジタル化を行いまして、段階的にウェブ上で、公開共有していくということと、公開にあたって様々なリスクやメリットについて議論し、検証を行う。ここはその個人情報の点だとか、そういうところを十分、検証を行っていきたいということでございます。成果については、また後々のスライドでも出てきますので、一旦割愛したいと思います。今回の対象、調査の対象資料でございますけれども、令和4年度、昨年度で閉校した、小学校7校分の資料を対象としております。調査方法ですけれども、まず最初に、予備調査というものを行いました。こちらは全体をまずざっくりと把握していくという作業になりまして、本調査の計画のために、まず把握していくということでございます。で、対象とする資料の選択、作業量の見積もり、現場の把握なども行っていきます。で、デジタルアーカイブについても
こういうふうにしていこうみたいなのも、ここから皆さんで検討していくということになりました。まずそうですね、江崎郷土文化館さんの方に、資料が大量に集まっておりまして、で、この段階で、各校ごとに、保管エリアと発行数を、確認して、内容を管理記録していきました。これはもう、本当に簡単な情報だけを取っていって、なんとなく一旦把握するという形ですね。で、これについて調査票などにメモをしていったりとか、現状の撮影というものをしていって、デジタルアーカイブ作成にあたって、この辺は載せていいんじゃないか、この辺はちょっとまずいんじゃないかというのを、検討していきました。で、まずこの段階では、7校分で、全部で、130箱あったということを確認しております。で、写真の撮影をして、現状の把握をする。で、本調査の計画をするというふうに、進めていきました。で、こんな感じで、左が、この時に、つけた調査表ですね。本当に簡単に、段ボール、丸一、アクエリアスと書いているんですけれども、どういう、段ボール、見た感じどういう段ボールに入っているのか。で、その中に、大体、紙物なのかとか、剥製なのかとか、そういうことを簡単に書いております。これ、広瀬小学校のですね、右も、広瀬小学校のまとまったところですけれども、こういうふうに、学校ごとにまとめて、ごちゃごちゃにならないようにちゃんと置いてあるということです。で、次、本調査ですね。本調査、日を改めまして、4日間行いました。で、講述しますけれども、こちらと同時進行で撮影も行っていくというふうに進めていきました。で、本調査の方は、メタデータ作成のための情報整理と、写真撮影対象の絞り込みと、個人情報に触れる資料がどういうものがあるのかとか、どういう、名前だけなのかとか、住所まであるのかとか、大体そういうのを全体で見ていって、こういう系のものはちょっと中身は載せられないとか、そういうことを、確認していきました。で、手順としましては、まずその箱が、もともとその収集した時の箱のままでしたので、現地図帳があまり重要でないと思われるものについては、もうちょっと丈夫そうな箱に入れ替えたりだとか、まとまるように入れ替えを行いました。で、その際に、資料容器、段ボールだとか、プラスチックケースだとか、さまざまでしたけれども、そちらに資料群名だとか、調査年月、調査者、この場合はアマネットフィニールさせていただきましたけれども、箱番号など必要事項を書いたラベルを、つけていきます。で、その中身、ラベルの番号と、中身がこんな感じという写真をそれぞれ撮っていって、また本調査の用紙の方に細かく記入していくというふうになります。で、実際こんな感じで写真を撮っていきまして、左上の方が段ボールに03番、ひとかみ小学校の03番が段ボールだったので、このまま貼れるということで、シールそのまま貼らせていただいております。で、もし貼れない場合、植物標本だとかでもう箱自体が資料の一部という場合には、その下の黒い背景のもののようにタグとして番号を付けさせていただきました。で、開いたところの中身はこういうものが入っているという写真も、撮って進めていきます。で、今説明いたしました、本調査と同時進行で進めていった撮影の方ですけれども、こちらはデジタルアーカイブに、掲載するという他にも、メタデータの作成のため、この場でちょっとメタデータを同時進行していくというのは大変難しいので、後々写真を見ながら簡易なメタデータを作っていくということで、メタデータ作成のためという意味もありました。で、手順としては、資料1点ごとにホワイトボードに、またさっきタグにつけたような必要事項を記入しまして、それを撮影してから資料本体の撮影を行うということで、この右のような、じゃあここで行いましたけれども、こういう作業風景でやっておりました。こんな感じですね。左が、その必要事項を書いたホワイトボード。
で、次に資料本体を移していくことで、資料、写真の整理の際にも混乱しないように進めておりました。で、最後に、調査結果ですけれども、7項分の資料群で、すみません、ちょっとここ点数が間違ってるんですけど、右の、表の方が正しいですね、1949点ありました。で、一番多いのが人壁小学校でしたね。で、これらの資料群の中には、学校日誌だとか、標本も非常にいろいろな標本があったんですけれども、先ほど野坂さんの方からも写真ありました、お祭りの道具とか、非常に様々な資料が多く含まれておりました。で、その小学校ごとに学校中心として地域に関する資料もあったりだとか、その地域における文化的な中心を担う施設の一つとしての性質が非常に現れていたと思います。で、公開にあたりまして、個人情報が含まれる資料の、まず撮影もしないようにしました。はい。で、それらの公開基準の設定というのを、協議しました。で、あまねアーカイブスという弊社の方に持っておりますアーカイブに掲載していきました。で、こちらの事例は本当に今後も全国で続いていくと予想されます、その学校の統廃合の際の資料収集の一例としても大変貴重なものであるかと思います。でですね、今後の展望といたしましては、個人情報の取り扱いや中身の確認、撮影については、現段階で問題ないと思われるものでも、後々何かあるかもしれませんし、今は出さないようにしているものでも、時が経てば大丈夫というものもありますので、また時々見返して、段階的に判断していく必要があるのかなと思います。あまねアーカイブスについてですけれども、弊社の方で持っているアーカイブスでして、あまねが調査に関わった学術資料情報を、その逐次公開、先ほど紹介のありました逐次公開の考え方に基づいて、公開しております。で、資料データは分散保存しておりまして、安全にというか、データがなくなったりとかしないようにしているんですけれども、利用規約においてサービスの365日24時間鑑定提供義務の放棄ということで、たまに動かない時もあるかもしれないんですけど、すいませんという形で、運営しております。で、そこに、公開版メタデータとして、先ほど1900点超えの資料があったんですけれども、そのうちの94点を、逐次公開ということで、メタデータを作って公開いたしました。で、こちらの QR コードをもしスマートフォンなどでお持ちの方がいらっしゃれば、カメラ起動して映していただければ、右のページに飛ぶことができるんですけれども、右のような形で、公開をしました。で、その公開にあたってのメタデータというその、この資料が、例えば誰が作ったのかとか、どういうものなのかっていう、本当に今回は逐次公開なので、簡単なメタデータになるんですけれども、そちらの、作成をしました。で、こちら撮った写真を確認しながら作っていったわけなんですけれども、このちょっと文字が小さくて恐縮ですけれども。こういうふうにExcel で作っていて、先ほどのサイトに掲載する際に使っております。で、その際に、資料画像に平成以降の、生徒の氏名などを含めた個人情報が記載された資料は、見える範囲で除外して、掲載しております。で、まず、現段階の、公開基準としましては、住所とかはもちろんなんですけれども、平成以降の児童の氏名などをはじめとした個人情報を含まないもの。で、学生規模など、資料の中身に個人情報を非常に多く含むものについては、表紙などをだけを、撮影して、資料の存在をまず肯定するというふうにしております。
こういった感じですね。先ほどのサイトで見ることができます。で、メタデータというのが、この下の、白と灰色で、こう、保護になっている、この辺に出る情報が、現在の今の発表でメタデータと呼ばせていただいているものです。はい、ぜひ、先ほどの QR コードか、野坂さんから紹介のあったこのページからぜひ飛んでみていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。学校資料に関しましてですね、まあ、今、天音さん、まあ、担当が佐々木志保さんということですね、非常に短期間で、この2000点に及ぶですね、まあ、資料の整理、それから、まあ、デジタル公開ということで、非常に一緒に作業をしてはいましたけれども、本当にこう大変な、量をですね、本当にこう誠心誠意、取り扱っていた。もう数が多いので、とにかく、それをこうやってもらうので、本当に佐々木志保さんにだけは嫌われないようにですね、別に聞いてたわけじゃないですけど、まあ、ただこう、ね、本当にこう大変な作業をですね、短期間でやってもらったことによってですね、その学校資料というですね、まあ、新たなその学校にあったものが、これからその学校資料というですね、新たな形でですね、活用、それから、公開していけるというふうなですね、こう段階を踏むことが、できたわけでございます。で、やはりその、反省やその課題もなかったわけではございません。で、それらを踏まえましてですね、やはりその今年度、先ほども申し上げた通り、小学校に関してはもう2校ですね、今年度末でのまあ閉校が決まっておりますので、すでに教育委員会を中心にですね、まあ、調査などを入っております。で、具体的なその資料の、を移す日とかですね、校内でその移動させる日とかですね、そういったもう段取りまでですね、大体こう出来上がっているというふうな状況、あとその、地域に置くべきものなのか、それからその統合校に避難されるものか、あるいはその他校に行くものか、そういった確認もすでにこう、終えていると、非常にその、作戦は12月ぐらいからですね、バタバタと動きましたけれども、まあ、そういった部分も踏まえましてですね、本当にこう早い段階からですね、その学校との、そのやり取りというものは今年度、進められているというふうな状況。これもですね、やはりその、昨年度から今年度にかけてのその学校資料の調査や、それから、整理公開といったようなですね、まあ、経験をこう、経験則があるからこそですね、まあ、奥州市としても次のステップですね、に進むことができたのかなというふうにですね、高田先生はじめですね、その天音の皆様には心から感謝し、そして、やはりその、こういったその、学校のですね、学校資料、あるいはその統廃合というものはこうどんどん進んでいくかと思いますので、こういったその事例をさらにこう、参考にしながら、そして奥州市としてはですね、積み重ねながらですね、進めていければというふうにこう思っているところでございます。最後になりますが、まあ、高田先生の方からですね、一言、そちらの事業ですね、まあ、成果、評価などをですね、いただいて、示させていただきたいと思います。よろしくお願いします。今回ですね、今、佐々木さんからあったように、やっぱり、まあ、全部見せてもいいデータ、それから、個人情報とか、これは見せてはいけないデータになるわけですけど、そういうものがいろいろ、混ざってるわけです。で、どちらかに今、合わせてしまうというのではなくて、例えば、話し合って、そういうものがあることだけは、出してもいい、こういう資料がありますよということで、世の中で共有する、それから出してもいいものはもう少し中身に振り込んで出すということで、まあ、そういうことで、まあ、どちらかに合わせてしまうと、例えば、ある資料群を個人情報があるから全部もう公開していけないってなると、やっぱり世の中にの目に触れませんので、まあ、そのあたりがうまくできたことが、今回の、まあ、一つの、今、全部ありましたの追加の資料かなと思いますので、まあ、そういう、成果をですね、地域の皆さんにも、還元できるということで、まあ、大変、協力してくださった皆様に、本当に、御礼申し上げるということで、終わりにしたいと思います。はい。はい、ありがとうございます。ということでですね、以上でこちらの我々3名からのですね、ご報告の方は以上とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
引き続きましてですね、次は教育委員会、歴史参加のお三方からですね、ご報告を頂戴したいと思います。大沢さん、それから高橋さん、そして橋場さん、3名のですね、ご報告と、なります。すみません、20分以内で、何か、まとめていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。教育委員会のところからですね、資料等々の報告というふうなことで、今回、まあ、20分以内で、私5分くらいにされなきゃいけないかなと思うんですけど、はい、お話をさせていただきます。まず私の方からですね、昨年度から今年度にかけて行われた資料等々の報告というふうなことで、まあ、簡単にですね、その内容と、まあ、成果について、まあ、報告させていただきます。まず初めですけれども、まあ、奥州市でですね、今取り組んでいるその治療調査とかですね、そういったことって一体何のためにやってるのかっていう話なんですけれども、今ですね、奥州市で治療に進んでいるのは、まあ、平常時と言われるふうなパターンのですね、治療名室になっています。これの対象になるのは非常時の治療名室でございまして、今現在、石川県で大きな被害が出ている、能登半島地震がまさに非常時でございまして、あれ、重要文化財の建物とかも実は公開しておりまして、その中にあった資料は、じゃあ今後どうするのかっていうところで、そういった資料名室っていうですね、もう明らかにもう特定の地域のものが全てなくなる恐れがあるっていう、非常に大きいものとはですね、対照的にですね、私たちは普段暮らしていく中で資料が捨てられていくっていうのと、今、年々と戦っているっていうところになります。まあ、大きく分けると、まあ、こういう民有の資料っていうのはあるんですけれども、まあ、どちらもやっぱり何かの機会でパッと捨てられてしまうことがあります。で、こういった資料がですね、まあ、既に知られている資料とかだと、例えば自治体史とかですね、載っている資料とかですと、まあ、こういう資料があるというのが分かってですね、いろいろ調べに行ったりするわけですけれども、調査するとですね、どこに行ったか分かりませんということが多々あります。で、なんで分からないかというと、まあ、単純にもう古いものだと思って捨ててしまったというふうなこともあって、それを私たちがやっぱりちょっと活動するのが、ちゃんとこれが資料でちゃんと大切しなきゃいけませんというふうなことを言う機会が少なかったということもありますし、あとその単純に使って、はい、おしまいって、要は追跡調査をしていない、要は使っておしまいっていうようなことが多々あります。あとですね、持ち去り問題というのは先ほど高田先生のパワフルでもありましたけれども、研究者がですね、研究で使うからって持ってっちゃうんですね。で、それを返してないっていうことがありまして、実は奥州市でもですね、某大学教授が借りてったのは、返さなかったやつがね、今更返ってきたってことがありまして、今更どうしましょうみたいなことがありました。当然、予定文書はですね、まあ、時間経過で廃棄する、そういうシステムにそもそもなっていますから、廃棄されてしまうんですけれども、やっぱり結構、欧州市だと廃棄されないまま残っている例が多々ありまして、それがですね、今、昭和20年代のものとかだと、逆に歴史資料として貴重だってことで、逆に廃棄できなくなって、欧州歴史遺産化ということは多々あります。で、まあ、残っていてもですね、今後の管理が難しい場合でありまして、もう先ほどから、まあ、しばしば出てますけど、人口減少であるとか、あと空き家問題ですね、あとこの地域コミュニティが衰退しているっていうふうなことがありまして、要はもう資料を維持できなくなってきているっていうふうな問題があります。で、未知の資料につきましては、そもそも私たちが知らない資料なわけですから、突然ポッと出てくることがあります。で、しかもですね、その当然出てくればいいんですけど、もう知らないうちに捨てられているというようなことも多々ありまして、もうそれ、込めようもないし、知りようもないという、で、聞きに行ったら、去年捨てちゃったなんてことは多々ありますので、それはちょっとひもをかけたいなというところです。特にやはりその価値観、資料に対する価値観が今、かなり急激に変わっておりますので、近現代資料でやっぱり顕著になってくるかなと、このやっぱり一つのパターンに入ってくるのは、その学校資料ですね、学校にそういうアーカイブがあるっていうふうなことが知られてなかったので、ここにですね、やっぱり積極的に今、介入できたのが、大手社長のラッキーだったなというふうには思います。いずれにせよ、資料が廃棄されますと、まあ、もう滅失っていうふうな形で、二度とですね、復元できません。ですので、そうならないように、やっぱり私たちは活動していく必要があるというふうに考えています。で、まあ、もしそうなってしまう場合にっていうふうなことで、支援の寄付のお願いっていうふうなことで、もし、この捨てる予定があったり、もう管理できなくなったりしたら、ちょっと市にご提供くださいっていうふうなことで、今、活動を続けています。まあ、そういった活動を続
続けてますとですね、文化財レスキューって言われるですね、今度多分今後ですね、能登半島地震でも同じような活動が行われると思うんですけれども、まあ、私たちの身近なところだと東日本大震災でですね、津波かぶってしまった古文書をレスキューするっていうようなこともありましたけれども、実はこういったですね、レスキューっていうのは日常の活動の中でも非常に多く行われます。例えばですね、これ、先ほど先生の発表であった高田先生の発表の中で触れられましたけど、下井坂文書です、これ。サイトレスキューしたときに、もうかなり劣化が進んでいて、もうボロボロでびちゃびちゃでした。で、これをとりあえずもう、形があるものは全部持っていこうって言って、あとレスキューを、消費者の方から許可取ってレスキューをして、まあ、広げて、パカッて広げて、とりあえず乾かしておこうというふうなところの、まあ、写真をパシャッと撮ったものです。もうご覧の通り、もうボロボロで、これをの中身を読めますかねというくらいのレベルのものまでいっちゃってるものもあったんですけれども、まあ、比較的ですね、まあ、形残ってるものに関しては、まあ、レスキューできたかなというふうに思います。で、まあ、乾かした後、こういった形ですね、要はクリーニングをして、要は資料の状態を安定させるというようなこともあります。また、このクリーニングの前の段階で、燻蒸っていってですね、虫とかカビとかを殺すというふうな、ね、作業も一つ入っています。それを終わって、まあ、クリーニングして、まあ、紙が剥がれたものは、比較的、まあ、大丈夫かなというふうなものになります。それでですね、天音さんに、お願いしまして、今、こうやって写真化ですね、デジタル化して、まあ、ちょっと原本をですね、見るっていうのは、ここまでちょっと厳しいものがありますので、まあ、デジタルでですね、まあ、広げて写真を撮って、どうにかこうにか、皆さんの方に情報が出るようにできるのかなというふうな形をやっています。こういった形で資料レスキューっていうのも、まあ、毎年まではいかないですけど、うん、まあ、なかなかの頻度であったりはします。具体的にその私たちがですね、取り組んでいるのがどれくらいあるのかというと、こういうふうな年度変化になっておりまして、ちょっと平成29年度からですね、急激に増加していまして、その前にですね、増加したのが東日本大震災の時だったんですね。で、なんでこの時増加したのかっていうのは、実は理由は明白でして、要は保管場所の蔵が壊れたとか、そういった形のご相談で、要はもう蔵壊すから中のものを引き取ってほしいっていうような相談があったようです。で、そういったですね、自然、大きい災害が何にもかかわらず、平成29年度から急激に伸びていまして、で、コロナになって少し落ち着いたかと思ったんですけれども、今度コロナが落ち着くに従ってまた増えているっていうふうな状況になっています。おそらくこのまま、増えていくか、まあ、高止まりするかっていうふうなところで、今後推移しているとかと思いますので、まあ、1年にやっぱり20件前後、多いともう30件近くの資料寄贈っていうのに、歴史参加は対応しているっていうようなことになります。で、私たちの調査事業自体はですね、私たち学芸員が個人のですね、義務感にのっとってやってるわけではなくて、ちゃんと市のですね、ちゃんと総合計画の中に位置づけられています。要はその市の仕事としてこれはやっているものになります。で、こうやってですね、まあ、大きくは柱としては2つありまして、1つ目がですね、その今、スライドに映している、歴史資料等の調査研究の推進というふうなことで、やっています。で、もともとですね、奥州市では市民の皆さんとですね、共同して、古文書との解読をやっていたんですけれども、ちょっとこの29年度あたりからですね、資料寄贈とかですね、名刺とかの対応っていうのが非常に多くなってまいりまして、調査とかですね、整理の方にもかなり重点を置かなければならなくなったっていうようなことがあります。ですので、ここでですね、まあ、市だけでやるのはとても無理だっていうようなことで、この赤字の部分ですね、研究機関等との連携をもとに、やっぱり、事業を進めていこうというふうな形になりました。まあ、その一つの、まあ、秘訣というか、まあ、話がまとまったというかというところで、まあ、国立歴史民俗博物館のメタ資料学研究センターと、今日いらっしゃっている合同会社天音さんと、うちの教育委員会の3つでですね、覚書を交わしまして、連携してこういったですね、資料の保全に関わる、まあ、出来事というか、をですね、事業を進めていこうというふうになっております。で、今回ですね、まあ、いろいろとですね、まあ、やるべきことが多く、仕事も多いんですけれども、実はですね、これ、奥州市だけで結んでるわけではなくてですね、石川県の輪島市であるとか、富山県の高岡市、要は今、思いっきり災害が起きているところですね、こちらでもですね、同じような、三者連携事業というのを推進しておりまして、まあ、ここで多分、おそらく今後、お前、頑張ってください。
被災自治体の支援というふうなことで、非常に大変な作業が待っているのかなというふうに思っています。多分これは奥州市で同じような事件が起きても、同じような形で、まあ、レスキューというか、を依頼するような形になるのかなというふうには考えています。でもう一つがですね、実は奥州市の一つの大きい、特徴というか売りというところなんですけれども、先人検証というのは非常に昔から盛んです。こちらについてはですね、新しい先人がどんどん発見されるというようなことで、今日、ご紹介したお見た人生なんかは、そもそも、いわゆる東京だったくらいしか知られてなかった人で、こんなにもすごい政治的に重要だった人っていうのが、資料が見つかったことで分かったんですね。こういったですね、人たちの資料収集っていうのは、やっぱり積極的に進めていかないと、まあ、いけないっていうようなことがあります。情報発信には、まあ、常々気は使ってるんですけれども、いかんせんちょっと資料の量が多すぎてですね、必ずしもずっと続いてるわけで、積極的にできているわけでもない部分もあります。で、こちらもですね、これはアーカイブ図学で言われているのに、蓄積公開ですね、先ほど、高田先生が、ご説明いただきました、この蓄積公開の理論をくっつけて、私が勝手に作った図なんですけれども、アーカイブ図学ではですね、段階的性理論っていうのが言われていまして、いきなり文字を読み解くのではなくて、ちゃんとですね、調査して、リスト作って、みんなが見れるような状態になってから、ちゃんと、みんなで読み解きましょうっていうふうに考えます。ですので、順番を追ってですね、最終的にその目録を作るっていうふうなところまで行くっていうのが、セオリーだったんですけれども、まあ、それじゃやっぱり遅すぎるっていうか、時間がかかりすぎるっていうのは、批判がいろんなところから出てきまして、そこで、今回は奥州収支の方で理論として取り入れているのが、この蓄積公開の考え方になります。要はですね、目録作ってからみんなが使いましょうだと、ちょっと遅いんですよね。何年もかかっちゃうんです。ではなくてですね、使える情報からどんどん外に出していって、使いたい人が使って、どんどん資料の価値を高めていって、さらに整理を進めていきましょうというふうなことを要はやっているわけです。これがだからうまく結構回り始めて、5年くらいやり始め、続けてきて、今かなり回り始めてきていて、大学の先生方がですね、中心に来てですね、調査していただけるというようなことになります。で、簡単にですね、市の、調査事情を、ご紹介いたしますけれども、市の教育委員会でも、大学の先生たちだけに丸投げしてるわけじゃなくて、市の教育委員会でもがっつり予算を取ってやってるわけですね。結構びっくりするような、額はちょっとここでは言えないんですけれども、決算資料とかで見ていただくと、結構びっくりするような額使ってるんですね。こういった形でですね、例えば昨年度は下飯坂天文院デジタル化であるとか、三平天文庁の目録作成。で、翻って今年度は、柳川建物のデジタル化、あと下井坂建物はもう目録用の撮影、日高工事の須田建物というのは目録の撮影を行っています。またですね、物資像の調査というのも、継続的に行っていまして、昨年度はちょっと、コロナの関係でできなかったんですが、今年は、水沢根寺の次元寺の観音堂に結構仏像が何体かありまして、そちらのお仏像をですね、ちょっと見ていただきました。その他ですね、これ文化庁の補助事業をやることになってまして、それでちょっといろいろとですね、もともとあった資料の台帳デジタル化したり、あとその先人関係データベースの構築作業っていうのを今やっています。で、その先人関係のデータベース構築作業をですね、やり始めたところですね、とりあえず刊行してる本から全部抜いてって言ったら200人超えちゃってですね、とんでもない量の先人がいることになっているで、非常にこれはちょっとまずいっていう話に今なっています。で、国立歴史民族博物館のですね、日本歴史文化史の奨励研究という、これ研究者向けのですね、研究費なんですけれども、これを伏見先生に代表になっていただいて、2年間連続で取っています。こちらはですね、下井坂家の文書であるとか、椎名家の資料、あと政治家の資料の所在調査ということで、広くですね、地域でやっております。で、今年度はですね、下井坂家の文書のほかに、千田忠氏ですね、金ヶ崎の出身なんですけれども、和歌県知事やった人ですの文書がですね、ちょっと比較的残ってるということが分かって、調査しましたし、先ほど伏見先生の発表でも出てきた、その高橋賢治の地盤を引き継いだ桜井文之助っていうですね、一ノ関の政治家がいるんですけれども、その文之助に関する調査も進めております。要はどんどんこう広がってきているというようなことになります。あと、家計費の、調査につきましても、いっぱいやってまして、これ、本当にいっぱいあるので、ちょっとあれなんですけれども、継続的にやってるのが、高田先生の、資料、今日ご報告にもあった通りですけれども、こういうことでやっておりますし、
次回ですね、第2回の方で、ご講演いただくのは、金平先生のこの家系の北上川家系って言ってるものなんですけれども、があります。またですね、この後、当館の講座は係長の方から説明あるんですけれども、まあ、地域民具コレクションの整備っていうようなことで、各地区センターの所蔵民具を今年調べまして、そしたらですね、見たこともないわらふぜ塔が出てきたということでですね、大変大きな成果を上げることができました。私は高田先生の家系が当然ありますし、あと、また第2回の方でですね、ご報告いただく藤方先生の家系も、今回もやっております。またまあ今年度の、昨年度の末で一度、区切りましたけれども、椎名家資料の調査の方もですね、先生方と一緒に、まあ、5年くらいかけてやりました。で公開中の成果につきましては、デジタル媒体ですと、まあ、このアマネアーカイブズの、シーマンで H が抜けてる。アマネアーカイブズの、方でですね、学校資料アーカイブっていうのと、あと採集資料につきましては、もうすでに公開になっています。またですね、国立歴史民族博物館のデータベースのキリンというものがあるんですけれども、そちらの方でも、欧州市の所蔵資料につきまして、まあ、アマネさんに撮影させていただいたですね、資料について、公開していますし、こちらもですね、いろいろとまだ、今公開に向けて準備中というのが何個かあります。また原本閲覧につきましても、新たにですね、椎名家資料ご当地一定記念館の方で公開しております。ですけども、ちょっと欧州社にとっても大きい課題としてですね、新規のこういった資料に対して、実は柔軟に対応できる施設ってないんですね。要はその、公開するのはいいんだけれども、実物を見れる施設っていうのがあまり多くないんですね。しかもこう新規のものに関してはあまりないので、現状としてはこういったデジタルにかなり重点を置いた、公開にならざるを得ないというふうなことがあります。これが一つですね、大津市の抱えている、まあ、資料がたくさんあるからこその悩みといえばその通りなんですけれども、やっぱりそういったですね、まあ、弱点があるというふうなことが、まあ、問題になりつつあるかなというふうに思います。で、まとめですけれども、多分今後もですね、資料保存とか結構関わる問題というのは続いていきます。で、年間ですね、やっぱり大津市の受け入れ数として、寄贈件数としては何件何件なんですけれども、中を紐解くと、先ほどの学校資料でも何千件ありますっていう話だったんですけれども、例えば段ボール10箱、古文書が詰め込まれてきた場合に数千点になります。そういった場合にですね、やっぱり、この全部を実態、大津市単独で全ての整理作業を続けるっていうのは無理な話ですので、基本的にはですね、整理作業にあたっては、まあ、市の総合テープ、ちゃんと載っている通りにですね、外部の機関と、まあ、連携しながらですね、まあ、当然、市民の皆様にもご協力を仰ぎながらですね、いろいろと調査を進めていくっていうのが非常に重要になってくることになっております。またですね、その、大津市の文化財保存活用地域計画っていうのは、あと3年くらいで作らなきゃいけないんですけれども、それの中でもですね、この大量に増加する資料、失われていく資料に対していって、私たちはどういうふうな立ち位置で今後、市の歴史を守って、歴史文化を守っていくのかっていうのがですね、主要な検討事項になってくるのかなというふうに考えています。はい、では私の方からは以上になります。変わりまして、欧州市教育委員会歴史参加の橋場と申します。今、高橋和孝市民学芸員から、お話があった、資料収集、欧州市における資料の、寄贈のを受けて、それの調査について、一つ事例を報告したいなと思います。で、今回取り上げますのは、花山家という水沢にある花山クリニックのお家から寄贈受けた資料になります。で、まず花山家資料なんですけれども、お店を取り壊すということで、昨年の1月に、資料の寄贈を受けております。で、そちらをですね、奥州市の、小滝文化財整理室というところに保管しておりました。で、今年の4月からですね、高田先生はじめ天音さんと、あと歴博の先生方も交えながら、
本調査に先立って予備調査を実施して、対象資料の現状の把握、あと作業量の見積もりなどを行いまして、7月の25日に本調査を実施して、対象資料の概要、概数の確認を実施いたしました。今回、対象とした花山家なんですけれども、代々水沢でお医者さんを務めていらっしゃるお家です。初代がですね、小野源石という人で、T の花岡誠治という外科医の治療になった人で、さまざまな杉を踏んで水沢の名を作業しております。で、当初は小野という名字だったんですけれども、師匠の花岡に習って花山というふうに改めております。で、3代目の慶次郎はお医者さんの他にも軍隊議員を務めていて、でその息子の実は陸軍医で、現役を離れた軍人が入る、在郷軍人会にも入会していたことが分かっております。で、受蔵資料ですけれども、かなり多岐にわたっておりまして、医学書ですとか図書館類、軸類、写真類、医療器具、軍服、刀など、総点数が5600点ほどに及んでおります。で、その中でですね、各種念仏に、かかる資料というものも数点集荷しております。で、まず各種念仏というものが何かと言いますと、親鸞の教えを伝える仏教なんですけれども、その信仰の場は寺院ではなくて、民家に集まって念仏を唱えるという大教仏教です。こちらは五内法とも呼ばれていて、岩手県の各地で信仰されてきたものになります。で、花山家は、各地念仏上幅派という教派の総長、トップを担っていたことのある家系になっていて、で、上幅派というのは水沢の桜川を拠点として、活動していた各種念仏の教派になります。で、一連の資料調査を通しまして、花山家資料群から各種念仏に関わる資料が発見されましたので、この、事例を紹介していきたいと思います。まず、鍵屋右平の書簡という育装された書簡なんですけれども、こちらは花山家初代の原石が京都の鍵屋に宛てたお手紙になっております。で、内容としましては、現在の、伊沢の夏田の人が鍵屋を京都の鍵屋を訪ねるという旨が書かれております。で、ここで出てきます京都の鍵屋というのは、京都にあるお店のようなんですけれども、ちょっと何屋さんかは全然分かっていないんですけれども、各種名物の経典というか教えを伝えていたところではないかというふうに考えられているところです。で、当時原石らはですね、この鍵屋に各種念仏に必要な、病気の際に必要な道具とか何かを求めていたのではないかなというふうに推察されます。で、花山家ではこの書簡をですね、記念書簡集として、鍵屋に宛てた書簡の控えをですね、残していたようで、それが、後々に熟装されて現在まで残されております。続きまして、こちらは冊子になるんですけれども、五箇条お申し渡し対応と、表紙がないんですけれども、同盟共進会法則案、兼使用人心得など、あとはですね、お引き立て心得、お念仏同行指示、宗教再建会長の結社届けとですね、怪しいタイトルの冊子が数点確認されております。で、こちらはですね、いずれも大体昭和10年代前後くらいのものでして、内容としましては各種念仏の儀式の取り行い方、あと、指示する指導役の心得などが記載されておりました。で、弊社届けというのについては、県知事に当てるそういう届け出の様式を控えたもののようでした。
こちら以上5点はですね、花山家資料群から見つかった各地念仏に関わる資料なんですけれども、全部の資料点数は5600点くらいと、ちょっと大変大量な量でしたので、まだ未確認の資料があるかもしれないです。花山家はですね、初代の原石と2代の両石という方がですね、上浜派の校長を務めていたとの記憶が伊藤教授などに残されていて、地域の中で各種念仏の中心的な 役割を担っていたお家だということが分かっております。またですね、校長を務めていた初代2代ですね、2代の方が明治14年に亡くなっているんですけれども、それ以降もう資料が出ているということで、今回昭和10年代頃のものが見つかったんですけれども、そういったことから初代2代以降も地域の中で各種念仏の何らかの、役職を担っていたお家なのではないかなということが考えられます。で、こうした、花山家資料群から見つかった各種念仏に関わる資料はですね、お趣旨におけるその各種念仏というものがどのような方針で行われていたとか、そういった実態のわかる貴重な資料の発見となったと思います。で、ちょっとまだまだ整理段階ですので、漏れてきてないところあるんですけれども、今後も調査研究などに努めていけたらなというふうに思います。以上をもちまして、簡単な紹介だったんですけれども、さまざまな分野の資料が出てきた花山家の資料の中から、各種念仏に関わるところだけの紹介をさせていただきました。以上になります。はい、だいぶ時間をオーバーしていましたので、手短にいきたいと思います。奥州市教育委員会歴史参加の宝沢と申します。私もですね、資料調査の中で見つかったものについて、資料を紹介したいと思います。今回見つかったのがですね、奥州市の衣川北俣地区センターでですね、当課の職員が、地域で保存されている、保管されている民部調査のために訪れた際に、偶然発見した資料になります。実際、これが発見時の状況になるんですけれども、プラスチックのコンテナにですね、縄文土器の破片とかと一緒にですね、結構無造作に、詰め込まれていたといいますか、保管されていたような状況になっております。で、こちらの資料については、実は衣川村史の方に、紹介がございまして、衣川村史の名方にはですね、この他にも2本わらび手刀という、鉄製品の刀なんですけれども、これが見つかっておりまして、1本は海徳館、元の衣川荘といったところに、天守閣、お城の天守閣城を模した、建物があるんですけども、そこに保管されていますよと、もう一本は東京の民間人が所有していますというふうに、記載がございます。で、この海徳館に保管されている一本っていうのがですね、今回見つかったわらび手刀になっております。見つかったといいますか、もともと見つかっていたので、なんか大発見ということではないんですけども、長らくちょっと所在不明だったっていうところもありましたので、こういった、資料の発見によってまた、本州市のですね、資料、歴史にこう厚みを持たせることができるといいますか、そういったものになっております。で、わらび手刀っていいますのは明治時代に、松浦武四郎という人が編集された明治15年に出された本に、なんと東大寺国葬のわらび手刀というふうに赤線を引いたところになるんですけども、こういうふうに、紹介されておりまして、これが最初
に言われたのではないかというふうに考え言われております。で、考古学的にはですね、7世紀後半に群馬県とか長野県地方にまず出現しまして、8世紀から9世紀頃東北地方に伝わったとされております。で、主に奈良時代の、まあ、古墳お墓から出土するものでして、またこの出土がですね、東北北部に集中する傾向があるので、まあ、蝦夷の刀というふうにも言われてきたものでございます。で、この持ち手の部分ですね、持ち手の部分が、こういったわらびの渦巻きになっているような、こういった特徴的な形状からわらび手刀というふうに言われているものでございます。で、この図の上の方にですね、もう一本の陸中国伊沢郡戸取村マムシ塚掘り出しの刀とあるんですけれども、これは伊沢にあります、日本で一番北にある前方後円墳角塚古墳というのがあるんですけれども、ここから出たとされるわらび手刀の図も掲載されておりんですけれども、実際この刀自体はですね、今現在所蔵先がちょっとわからなくなっております。ただ松浦武四郎記念館というのが松阪の方にあるようなんですけれども、そこにですね、所蔵があるというような本をですね、今回これを調べていく中で出てきましたので、それがこれになるはなるのかなというふうにも考えております。で、ちなみにですね、これがその衣川村史に掲載されておるわらび手刀と、今回見つかっ、上の図と、真ん中の写真が衣川村史に掲載されているもの、一番下が今回、再発見したわらび手刀になります。全長がだいたい 44.5 センチですね。孫氏の方には全長 44.8 センチと、記載があるので、3ミリではなんとか誤差の範囲ということで、お考えいただければなと思います。朽ちてる部分ですね、割れ具合もだいたい同じような感じなので、統一のものと考えていいのかなというふうに思っております。で、最後これですね、2018年に同性社からわらび手刀の考古学という、黒住和彦さんという方が書きになられた本なんですけれども、これに修正が載っておりまして、そこから奥州市から見つかったとされておるわらび手刀の、修正もあったので、それを分布図に落としてたところです。で、全部でですね、9本あるというふうになっておりますけれども、実際に所在が確認できているのが今回ご紹介しているわらび手刀だけになっておりまして、正直言ってですね、今回この発表するにあたってこう調べたところ、これだけ見つかったっていうか見つかってるらしいという情報を私も得ましたので、今後ですね、これらの情報と実物がこうどこにあるのかということですね、所在確認ですとか実態把握に努めていかなければいけないなというふうに思っております。はなはだ簡単ではありますけれども、資料紹介で終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すでにですね、終了時間を軽く超過していますので、ちょっとこのまま続けさせていただきたいんですけれども、まずですね、一通りですね、発表の方が発表ご報告の方を終えたところでございまして、今までの、先生方の、ご発表に、ご報告につきまして、皆様からまず質問の方を募りたいと思いますけれども、どなたか、この場で質問を、したい方いらっしゃいますでしょうか。挙手をいただければと思います。はい、じゃあ今、マリコをお願いします。高橋和孝先生にお尋ねしたいと思います。一等最初に伏見先生のお話がありました。で、実は去年も私、地域に来ております。で、
去年はよく分かりませんでしたが、今日のお話では、江差しの鬼田さんが、第二政党の立場で動いて、そこに光を当てて、中間報告しますということで、大変理解しやすいご説明であった、まあ、そういうふうに受け止めます。それで、ただ使ったら先生であります。去年とほぼ同じような内容で、椎名さんの、関係文書が何かその特別、ここは珍しいと。日本の政党史の上で、光を当ててみたいというふうなお話があるかと思ったんですが、まともになかったということで、目録を2つの項目についてお作りになったということでありますが、その中で何か目録を作っている段階で、この辺は自民党史の中で珍しい招待の古文書ですよというふうなことがあれば、まあ、中間報告として教えていただければありがたいということであります。はい、ありがとうございます。まあ、椎名家の目録自体はですね、その通り、まあ、まず目録を今作った段階で、それから中のどこかっていうふうな部分が今後、重要になってくるかと思うんですけれども、一つ私が重要かなと思ったのが、通産大臣の時期、通産大臣、通商官僚大臣ですね、第二次佐藤内閣の時に2回目の通産大臣やってるんですけれども、そちらの資料が実は結構残ってるんですね。これが実はあんまり記録しないと多分使われていないし、あとまあ他の政治家の資料残ってるかどうかまではわからないですが、比較的やっぱり通産系の資料っていうのは珍しいっていうのは考えておりますので、まあ、ここが一つ、まあまあ、記録しないとタブローにも紹介されてないし、かつその日本の要は、資源外交みたいな部分ですね、そういった部分で、必要になってくるのかなっていうのが一つ、考えています。でもう一つ、まあ、あれなんですけど、椎名新報の時にですね、井上雅也先生がご報告なさったんですけれども、椎名さんがですね、官房長官をされてた時に、内閣調査室っていうようなところで作成したですね、まあ、情報メモというか、政治家の誰それがこういう動きをしていますとか、あと外国の要人がこの人と接触していましたとか、そういったものをですね、まとめた、あれはなんて言ったらいいですかね、マルヒノートじゃないけど、情報のですね、要は、内閣の方で持っていた、まあ本当かどうかはちょっとまだしっかりと検討しなきゃいけないという特徴があるようなんですけれども、そういったですね、まあ、情報のまとめた菩薩みたいなのが一つありまして、それが100枚近くあるかなというか、結構な量がまとまって残っていて、しかもそれが内閣のものなんですけれども、途中から紙がですね、自民党の紙になるんですね。っていうのは、椎名さんは内閣官房長官を辞めた後に自民党の、なんだっけ、総務会長になる。政調会長、総務会長。政調会長になるんですけれども、どうも、そこが、本当は内閣で得てるはずの情報が、自民党にどうも流れてる可能性があるっていうふうなことで、ちょっとそういったですね、情報の取り扱い的な部分でも、結構面白い部分があるというようなことが、言われておりますので、そういったところでですね、まあ、椎名さんの資料自体は、まあ、外務大臣自体の資料も全部が全部その、まあ、記録しないとなどで使われているわけではないんですけれども、そういったですね、もう外交関係であるとか、そういった部分で結構資料に厚みがあるように感じておりますので、そういった部分でですね、まだやっぱりその、まあ、未解明の部分というか、あまり出てない部分もあるのかなというふうなところで、そういったところで、今後、研究が進んでいくのかなというふうには思っています。以上です。もう今一つ、お尋ねしたいことがあります。後の方のお話で、まあ、ちょっと大変な膨大な資料があるんです。で、これを作業するには、まあ、どうにもならない状態であるというふうにおっしゃっております。それで、これは時々聞く話であります。古文書を預けて、
5年経っても10年経っても目録すら作ってもらえない。そしてさっき、高田先生が、まあ、なかなか言いにくいお話ではありますがということで研究者の姿勢の問題に触れました。つまみ食いとか確認食いそういうことが現実に、まあ、時々聞きます。でこれを、何をするようなことがなければ古文書はそんなに集まらないわけ。お願いしても目録すら作ってもらえる。興味のあるものは目録を作る。さらには解読も勝手にやる。これではどうにもならない。本当に解読をお願いしたいという中華人の人たちの希望も叶えていただくことによって初めて協力体制も整ってくるんではないか。自分の興味の対象のみをつまみにするということでは、高田先生もおっしゃった通り、いかんともしまたいがあるんではないかというふうな気がいたします。これは個人的な感想であります。それから今一つは、他公共団体での話でありましたが、よその公共団体では、古文書解読その他について講師要請があれば職務として派遣するという公共団体もあるというふうに聞いております。で、高橋先生は今若手の先生でいらっしゃる。将来は欧州市の歴史参加を想定立つ学者になられる方だと思っております。そこでその資料収集とそれから郷土史に興味を持っている人間どもあるいは古文書に興味のある人たちを今後どのように指導していっていただくという心づもりがあるかどうかその辺もお尋ね申し上げたいということであります。はい、まあ、その研究者のですね、まあ、掘り込み問題とか、そういったものはですね、非常に大きい問題でして、本当に、特定のですね、研究者だけが、その、ある家に行って、ここの資料は、まあ、自分が整理するまで見せないよみたいなことを、まあ、またやっぱりあるわけです。現実として今もあるわけです。で、運が悪いと、その持ってっちゃったまま返さないとか、あと、調査に来ますと言って、何時でも来ないとか、そういった例は多々ありますので、まあ、そうですね、少なくとも欧州市では、もうこういったのは、まあ、少なくとも教育委員会が関わるような調査に関しては、まあ、やらないというか、やめてくださいというのは言っていて、ですので、まあ、あまりですね、その囲い込みとかですね、そういったものはあまり、まあ、欧州市だとあまり今は起こらないかなというふうなこともあります。で、目録作成については、まあ、なかなかですね、全部を全部突然突然やるのは無理で、まあ、徐々に、まあ、高田先生がおっしゃったようにですね、まあ、その全部作らなくても、まあ、ここまで作りました、ここまで作りましたみたいな形で、まあ、公開していくっていうようなことがあるのかなというふうには思います。なので、まあ、その逐次公開というですね、要はその段階的にこう公開していくっていうふうな考え方でですね、まあ、やっていくのがいいのかなと。いうふうには考えていますけれども、まあ、その、まあ、その地域のですね、まあ、古文書とかを、まあ、なかなかやっていくってなると、こういったのかなり大変かなというふうに思います。で、まあ、今後のですね、その古文書の、まあ、皆さんとの関わり方みたいなところになるわけですけれども、まあ、基本的にはですね、欧州市の方では、まあ、皆さんとは、そんなに、まあ、私もですね、よく古文書の管理の皆さんにいろいろお願いしてですね、まあ、読んでいただいたり、まあ、調査手伝っていただいたりということは多々あるわけですけれども、まあ、まあ、基本的にはそんなに、まあ、私自体はいろんな、まあ、自治体、まあ、頼まれるのは、まあ、頼まれる依頼とかあって、いろいろお話しする機会もありますし、まあ、まあ、日程調整とかですね、もろもろの問題はございますけれども、まあ、皆さんとご紹介のようというか、基本的には何度かお話をさせていただいております。で、まあ、古文書の読解とかにつきましては、まあ、自治体によっては、まあ、確かに、
仕事でとか、離婚でですね、私もこの依頼を受けるときとかは、プライベートで行くことってまずなくて、で、まあ、公務で行くか、もしくは、まあ、正式に、仕事外だけれども、正式に仕事を引き受けるというような形で、兼業みたいな形でですね、やるような手続きをすることもありますけれども、そういった形でですね、まあ、皆さんとうまくこう、まあ、ご予定があればっていうようなことではやっていきたいと思います。で、まあ、皆さん、名前でしょ、ごめんなさい、おっしゃったように、顧問とのですね、解読については、今、AI っていうのはすごく進んでいますけれども、一方で、AI っていうのは万能じゃないんですね。で、要は AI っていうのは集合知でしかないわけで、人間ができないことでできないんですよね。で、特に古文書とかについては、AI でやっても間違ってることがすごく多い。で、まだ、でも人間がやるよりもまだ精度が若干低い場合が結構多いということがありますので、その古文書関係人口とかってするんですけれども、そういった古文書を読むですね、スキルっていうのは、ちょっとどういうふうに、継続していったらいいのかなっていうのは、大学とかも含めてですね、ちょっと大きい問題になってきているというようなことがあります。ですので、ちょっとこのあたりのですね、育成とかに関しても、その今、文化財の保存活用地域計画っていうのを作っていて、どのくらいの 何がどれくらい必要なのかっていうような部分に関してですね、今後ですね、要は、この古文書を読むっていうような部分でもですね、必要な部分があるのかなっていうのは思いますので、検討したりですね、地域の皆さんの関わり方っていうのも考えていかなきゃいけないのかなというふうに思います。以上です。今のお話を聞いて、大変安心いたしました。で、今日、この女会の人たちは7人参加しております。大変関心を持っております、京都市に対する。それで、今、この女会で、問題になっているのは何かというと、従来から古文書をやっている方はベテランで、大概の近世文書はお読みになる人が、たくさんいらっしゃる。しかし、新規の方が入ってきた場合は、全然ついていけない。しかしながら、両方を全うするということはなかなか難しい。そこで、どこかの、公共団体なり何なりで、新規で、古文書を学びたいという方の、育成をしてくれるところがなければ、この助官は自利品になって消滅すると。水沢においても、それから伊沢町でも、みんなベテランばかり。新規の人は入ってこれない。したがって自利品である。で、これが、別に水沢や伊沢町に限ったことではなく、江差そのものもそういう状態なわけです。そこで、そのことに関しましては、後日改めて、高橋和太郎先生とご相談を申し上げたいと、そう思っておりますので、人間ないで、ご相談に応じていただければ大変なありがたいということであります。よろしくお願いします。一応、失礼なことなので、ですけれども、一応、高校の公的な場では、ご相談をまずお受けして、ちょっとどうするかはかなり相談しますという回答にさせていただきます。他にご質問等ある方いらっしゃいましたらば、お受けしたいと思いますけども、よろしいでしょうか。討議の時間の方にですね、つっておりますけれども、YouTube には、質問をしてないですね。先ほど来、そうですね、奥州市の、その文化財の、あり方も含めてですね、先ほど市の総合計画の話題がありましたので、ちょっと討議の本当に話題として準備してたんですけども、ちょっとあまり時間もありませんけれども。ちょっと私の方でですね、ちょっと準備した資料の方をですね、ご覧いただきながら、ここだけこうですね、話題を見触れていただければなというふうにこう思っております。今回、討議のテーマとしては、その歴史資料を未来へ生かすために、今ご質問でもあった通りですね、
結局その資料があっても、それを扱える人になければ、やっぱり未来に生かされないという、まさにその通りの話だと思います。古文書の会のですね、切実なその問題のその根幹の部分も、まさにこれに関わってくる。要はその後にその続く人たちをどうこうですね、と関わっていくか。まあ、あまりそのちょっと育成という言葉を使うのはちょっとおこがましいと思いますけれども、やっぱりその関わる人ってが常にいないことには、資料そのものもまあ生かされていかないというふうなですね、やっぱりその問題も生じております。ですから、その押収し資料いっぱいあっていいよねっていうだけの問題じゃなくてですね、まあ、それ多いことをに対してですね、まあ、どのようにその今後その、対応していかなきゃいけないか。ね、AI という話もありましたけど、やはりその人的なですね、部分っていうのはやっぱりすごく重要になってくるわけでございます。で、奥州市ではやはりその今現在ですね、まあ、何人か学芸員がいてですね、で、こうやって共同で作業する場面っていうのも、ちょくちょく、あります。巡回展をやったりとかですね、こういったその、他館同士の職員でもですね、まあ、もちろん歴史参加に学芸員って集中しておりますけれども、まあ、そういう人たちも外に出てですね、こういった当館の展示室で一緒に作業をしたりとか、あるいは他の、展示室でですね、展示会をしたりというようなですね、場面がこう、あったりするわけですけれども、まあ、この状況っていうのも、やはり、これ続けていかなければならないんですけれども、やっぱりその、その年代的な幅もありますし、これをどう維持していくかっていうところもですね、大きな、課題になってくるかと思います。で、先ほど話がありました奥州市の総合計画ですね、これは市のホームページから誰でも見ることができます。これもホームページから引用したものでございますけれども、その文化行政に関わる部分ですね。私、要は文化行政の人間ではありませんけれども、こういったのはもうホームページで公開されておりますが、ただ残念ながらあまりですね、やっぱり巷の話題にはなりにくいという部分でございます。で、教育委員会のその指針とした未来を開く、人を育てる、学びの街づくりですね。これやっぱりその、未来を開く人を育てるっていうのは、これは学校教育だけのことではなくて、やっぱり今申し上げた通りですね、その様々な資料文化財とその相対する人もですね、育てていかなければならないっていう部分にも大きく、根幹的に関わってくるのかなという気がいたしております。で、こちらではまあ大雑把なですね、項目が書かれておりますけれども、こちらでもですね、対抗としてですね、やっぱりその、地元出身者に、縛られない、ね、まあ、郷土、こだわらないですね、郷土芸能の、まあ、の担い手、をこう確保していくというようなことも書かれております。これはですから、その、どの分野においても、やっぱりその担い手不足っていうのがかなり深刻な状況で、今現在進んでいるんだということがですね、改めてこう認識できるわけでございますし、先ほどのご質問にあった内容っていうのも、やはりまさにその、まあ、そういった状況をですね、捉えたものだというふうに理解しております。で、こちらの体系図の方でもですね、やはりその時代を、紡ぐ、歴史遺産の保存と活用ということで、やはりその次世代にいかにその継承していくのかというふうな部分というのは、すごく大きなですね、課題としてやっぱりのしかかっているんだなというふうなことがですね、言えると思います。で、こちらでもですね、この現状と課題というふうな部分ですね、に触れられて、おります。だから基本的な施策に取り組むにあたり、踏まえるべき、まあ、現況やその解決すべき問題というのがやっぱりいくつか挙げられるわけでございます。下の部分ですね、既存の施設では、市全体の歴史や時代が変わって評価され始めた新たな戦時を紹介する、ことが、まあ、柔軟にそのできないというような、まあ、記念館というのがやはりありますけれども、先ほど高橋さんの話にあった通り、その先人をこう調べていくと、やはりその、多くの先人が、まあ、奥州市からですね、輩出されているというふうなことが改めてこう分かってきたというようなところからですね、そういった人たちをこう検証し、情報として発信していけるような施設っていうのは、やはりもう足りていないんだというふうなですね、問題がこう示されて、いるのかなというふうにこう思います。それから文化財の、まあ、適切な保存管理と、効果的なですね、公開活用を行うために、
整理統合を前提として今後の施設の在り方を検討する必要があるというようなことも、明記されている、ところでございます。やはりその既存の施設でもやっぱりその築、何十年というところもございますし、やはりその現在 の、の施設の規模ではやっぱりその手狭な部分も、多々あるというふうなところからですね、このような要項が策定されているのかなというふうなですね、印象でございます。でこちらにつきましては文化財施設の、再編統合とですね、いうふうにですね、もうこれは明確にですね、表題がここ明記されているところでございます。総合施設の方向性を検討するため、各検証会の、意見集約を行いますというふうにですね、行動指針が示されているところで、あります。ですのでその、既存施設でこれらはもうその、統合する方向性でですね、すでにその文化行政としてこう、舵が切られているというふうなこう理解でよろしいのかなというふうに思います。再三申し上げますけれども、これは公開されている資料です。市のホームページですね、誰でもご覧いただくことができます。それからその文化財施設の、資料、環境整備につきましてもですね、このように、収蔵施設、につきましてもですね、個別の、施設計画に基づき、整備していくというふうなですね、ことがこちらに指針がこう示されているというふうなことが確認できます。でこちらはですね、こちらも市のホームページで誰でもご覧いただけます。博物館の個別施設計画というふうなものがもうすでに示されているところでございます。こちらは主に歴史遺産課が所管している牛の博物館、それから毎分センター、それから記念館などなどですね、それらの、その今後の、いる方向性が示されたものというふうにご理解してほしいかと思います。中にはもうその廃止方針、がですね定められているというふうなものも、ございます。廃止というよりその統合されるべきであろうと、いうふうなことですね、括弧の字になってますけれども、そのようにこう明記されているところです。でこれ見てですね、あまりどなたもお気づきにはならないかと思いますけれども、ここの江差郷土文化館ないんですね。これはどういうことかというと、行政の立て付け上ですね、これに位置します。ここは歴史公園江差藤原の里、関連施設というですね、ふうにですね、位置づけられておりまして、実は所管課も教育委員会ではなくて、商業観光課という、ここ観光施設にですね、行政の建て付け所は、位置づけられているというふうなものでございます。これは、あくまで施設そのものがですね、どこが所管するかというふうな話でありまして、内容的にはもちろんその観光事業も、私やりますし、こういったその、文化的なですね、博物館としてのですね、仕事も、もちろん行うわけでございます。で、あまり、そこはね、問題視する部分ではないかとは思いますけれども、いずれにせよですね、観光施設だけでもこれだけあってですね、でなおかつ、スキー場とかの、方針なんかもすでにですね、もう決定られておりまして、小市スキー場とか姫川湯というのはもうすでに廃止されている。いうような状況でございます。で個別にこれ郷土文化館ですね、公共施設の個別施設計画見てみます。歴史公園江差藤原の里関連施設ですから、藤原の里も含めてちょっと一緒くたにですね、評価されているというところです。藤原の里、隣にレストハウスもありますし、あとここの3つの施設ですね、これがまとめてこのような、方針が示されているというようなところです。でこれによると、2047年、もですね、まだ維持継続されているというところで、ここは開館が2000年、西暦2000年ちょうどの年ですので、分かりやすいですね。もう47年間はまず開館するんだ。50年ぐらいです。47年以降も、開館が維持されるというふうな方針が、これでは示されている。で、ただ残念ながら、この頃には私はここにはおりませんので、でもやっぱりね、それはもう仕方がないことであります。でただその教育委員会の方の、先ほどのですね、施設の個別計画の全文の部分を見ますとですね、きちんとこう、伊沢文化創造センターの中に複合施設として、伊沢郷土資料館がありますよと。でさらに観光系施設に区分はされているんだけれども、江差郷土文化館がありますと。両施設とも、指定文化財を収蔵、展示しており、その施設の在り方についてはやっぱり調整を図っていきたいというようなことが、
まあ、きちんとね、示されております。まあ、ナイスフォローって感じですね、フォローいただいております。そして今後、博物館施設や、設備の、まあ、経年劣化、これは当然ね、起こり得ることですけれども、その状況によってですね、あのバランスを勘案して、まあ、再配置を行う必要があるということ、ですね。それから、文化財の、保存環境と、研究者の学術利用に考慮した、収蔵施設の整備が、まあ、前提となりますということで、これはまあそのおそらく、収蔵施設、新たな収蔵施設の設置がですね、もうあの必要だというようなですね、これはもう認識でですね、おるというふうなところであります。まあ、いつどこに、ね、建てるのかとかっていうところまではね、まだまだ議論は進まないと思いますけれども、ただまあそういったも危機感でもってですね、まあ、教育委員会の皆さんも仕事をされているというふうなことが、この市の総合計画の中にもですね、現れているだろうというふうにこう、感じ取れるわけでありますし、それから昨今話題になったのは、この、国立科学博物館のそのクラウドファンディングというのがですね、行われたわけで、これはもうあの、9億2000万ぐらいですね、寄付集めた、のですごくね、話題にもなりましたけれども、まあ、国立クラスのですね、こういった施設でも、やはりその、まあ、いわゆる資金不足ですね。それでそのまあ寄付を募ってというような取り組みがまあなされるようになってきた。ただ、まあ、果たして、じゃあ、奥州市のですね、博物館で同じようなことをやって、どれぐらいですね、まあ、支援いただけるかというところは、まあ、これやってみなきゃわからない部分でもありますけれども、ただですね、なかなか、その、国立施設のようにはね、いかないだろうなということは、まあ、想像に難くないわけでございます。それからですね、2022年にですね、あの博物館法というのがまあ一部改正されている、これ70年ぶりの法改正、なんですけども、それにまあ先立って、まあ、文化庁のですね、まあ、諮問機関というか、ワーキンググループで取りまとめられた、これからの博物館に求められる役というものが、示されております。これも文化庁のホームページでですね、誰でも見ることができます。守り、受け継ぐ、それから分かち合う、育む、向き合う、営むといったようなですね、5項目があります。あの資料の、保護と文化の、保存継承ですね、やっぱり常に課題になっている部分です、文化の共有、それから、未来世代への引き継ぎ、それから、社会や地域の課題への対応、そして、まあ、持続可能な経営といったようなですね、項目にこう、理解できるわけでございます。それと合わせまして、最近、その奥州市未来が新版図というものがですね、策定され、示されております。これはどちらかというと、その、まあ、医療行政であったりとかですね、公共交通とか、それからその、地域コミュニティのですね、拠点づくりといったようなですね、項目が、まあ、重点的に挙げられているものでありますけれども、これは全くその、その文化行政とも、まあ、無関係なものではなくて、やはりその、こういった市全体の施策の中にですね、どのようにその、いわゆるその文化財、あるいはその私たちの取り組みというものを反映させていくかというふうなですね、部分もやっぱり求められてくるであろうというふうにこう考えられております。考えられるわけでございます。だからその誰かがこれに、こういうのにね、ピックアップしてくれるのを待つのではなくて、まだこういう取り組みを通じてですね、やはり積極的に奥州市にはこういうですね、歴史があるんだよ、文化があるんだよっていうものをやっぱり広く発信しながらですね、施策的な部分においてもですね、きちんとこう反映されるようなですね、そういった、まあ、割と攻めの姿勢でですね、やっぱりこう、継続してこういった取り組みもですね、続けていく必要があるんではないかなというふうに思っております。同じくこれもまあ文化庁のワーキンググループのですね、これからの博物館像というふうな中でですね、いろいろ書かれております。でやっぱり新しい項目、特に必要となる取り組みの中でですね、ちゃんと出てくるんですね、そのデジタル化、オンライン化の推進というですね、まさに今、今日のですね、お話の中でも、デジタルアーカイブというような言葉ですね、たびたび出てきましたけども、まさにこういったことが、まあ、これからの博物館、まあ、博物館ってなってますけども、やっぱりその文化行政も含めてですね、求められているんだなというふうなことがですね、実感できるわけでありますし、ただやっぱりその幸い奥州市の場合はですね、やはりその、諸先生方やその天音さんというですね、大きな力を、得ながらですね、すでにそういったですね、デジタル化とかオンライン化、それからその、多方面からのアクセスといったようなものにその柔軟にこう対応しているというふうなですね、取り組みがございますので、これを継続させながら、やはりその、合わせて様々なその諸課題ですね、
取り組んでいく必要があるのかなというふうなんですね、まあ、社会の変化にいかに対応しながらですね、そして奥州市独自の、まあ、奥州市ならではのですね、こういった、調査研究の取り組みというものをこう継続させていくのかというところが大きなですね、あの地域課題の一つにもなってくると思いますけれども、まあ、せっかくですので、歴史参加の方3人いらっしゃいますので、これを受けて、じゃあ、ちょっと隣に坊座を下げるので、係長ですから、その代表して。代表でということなんですけど、まあ、具体的な、まあ、さっき博物館とか収蔵施設という話でしたけども、具体的なことはまだ全然これからなんですけども、ずっとこう資料調査とか寄贈いただいた資料の、まあ、保管先ですね、これはもう本当にもう物理的にもうどこも足りてないっていうのは事実ですので、いずれそういったいただいた資料ですね、貴重な文化財として、まあ、引き継いでいこうっていった時に適切な環境でちゃんと引き継いでいける場所っていうのはやっぱ今後必要になってくるだろうというふうに考えて、まあこういった計画というですかね、目指しをしているようなところであります。あとは、まあ、これは私の、まあ、個人的なというか、まあ、全体としての話では、思いではないんですけど、先ほどの未来羅針盤図ですね、まあ、正直は職員の私からとしても、いつの間にこういうのを作ってるんだろうなっていうふうな思いもありまして、まあ、コンセプトも違うんでしょうけども、まちづくりというか地域づくりの一つのソースというか材料に文化財って絶対あると思うのに、こういうふうに取り上げられないっていうのが、まあ、町内、同じ組織の中における我々のプロデュースというか、そういう発信力も足りていないのかなっていうふうに、ちょっとこう、反省というのか、自戒というのか、なんていうんですかね、ちょっとこう、うん、うまくいってないんだなっていうような思いもあるので、まあ先ほど攻めの文化財行政なんていう話もありましたけども、そういうふうにこうもっとこう声を出していくというか発信していってもいいのかなというふうには、はい、ちょっと思っております。はい、ありがとうございます。まあおっしゃる通りだとは思うんですけれども、やっぱりそのいろいろな政策的なことって奥州市でですね、さまざま取り組まれておりますし、まあ、我々のその現場の立場としての意見としてやっぱりその収蔵庫欲しいし、博物館 もう統合した方がいいよねと、その方がもっといい博物館できるよねと、これはもう、私自身も常日頃考えているところでありますし、もう奥州市早くしてくれるよって思いもなくはないんですけども、ただやっぱりその木を見て森を見ないっていうのも良くないですので、やっぱりその市全体として、のその施策の中でその文化的な部分っていうのはどれぐらい盛り込めるのか、そういった、まあ、隙を伺うっていうのは良くないでしょうけれどもね、うまくこう組み込んでいければいいんじゃないかなと、まあ、いうふうなですね、部分でありますし、ただ我々としてもやっぱり積極的にはやっぱりある種のメッセージを発していかなきゃならんのだろうなというふうには思っております。やっぱ将来的にはこうしていくんですというようなですね、古文書の解読にしたって取り扱いにしたってですね、こういう人たちを交流しながら、なおかつ分かっても育成して、そして、将来に向かってこういうふうに取り組んでいきますんだよっていう、やっぱり私も含めてですけれども、今までやっぱりそのメッセージとしてですね、やっぱり、まあ、走ってこなかったわけじゃないんですけれども、やっぱり強いその、メッセージの発信っていうのはやっぱり今後必要になってくるんじゃないかなというふうに思いますし、やっぱりその、文化財とかその資料をその公的な場所に委ねたい、お願いしたいっていうやっぱり思いも、やっぱり先ほどのですね、データの中でもどんどん増えてきてるわけですから、それに対応しながら、やっぱりその我々としてはどういうふうなですね、メッセージを発信しなければならないのかっていう部分もですね、きちんとこう、検討しながらですね、やっぱりこの日頃の取り組みもですね、もちろんこうやって、皆様の前でですね、発表報告させていただく機会っていうのも必ず設けますし、ただ日頃の活動の中でも、やっぱり、一言でも二言
ですね、こうしていくんだっていうようなですね、ことに皆さん共有していただけるようなですね、メッセージ性っていうのをやっぱり仕事の中にですね、強くこう、込めていきたいなというふうなですね、思いでもございます。で最後に、なりましたけれども、まさにですね、この奥州市をフィールドにですね、調査、に取り組まれておりますですね。今日は清水先生、高田先生、お二方にですね、いらしていただいておりますので、その辺のですね、なんていうんですかね、奥州市に対するご所感などもですね、最後伺って、そして天音の社長さんもいらっしゃいますので、社長からも一言ね、聞きながらですね、最後ですね、ちょっとまとめていきたいなというふうに思います。どうですか、歴史参加の若手は大丈夫ですか。いや、特に、じゃあちょっと社長から入って。はい、合同会社天音の堀井と申します。本日はどうもありがとうございます。私たち天音もですね、この三者連携という形で、この奥州市さんに関わらせていただいて、結構、時間が経ってですね、いろんなことを体験させていただきました。で、先ほどご紹介、うちの佐々木の方からご紹介させていただきました、天音アーカイブスというですね、サイトもですね、実はあれ、天音の社会貢献事業として、やっております。で、そうした形で、地域の中で、産学官というそういう言葉がありますけれども、いろんな立場の人が、関わって、地域のさまざまな文化財、歴史遺産というものをですね、後世に引き継いでいくという活動をですね、これから我々も取り組んでいきたいと思います。で、実は私、金沢から来まして、石川の方の、先日の地震がありましたけれども、能登半島ですね、特にその輪島とか志津とかありますけれども、その輪島市とも今同じような、先ほどご紹介していただきましたけれども、仕組みがありまして、でその中で、やはりその災害が起きた後に、じゃあその産学官が連携してどうしていくかという、またそういった部分でもですね、こういったいろんな人が関わってこうつないでいくということが、これから新たに試されるかと思いますので、そのあたりも含めまして、またぜひどうぞですね、皆様にご助言とかご協力いただければと思っております。どうもありがとうございます。はい、それでは先生方からも一言ずつお願いいたします。じゃあ、金沢大学の高田から一言。はい。本当に私はそういう歴史とかそういうものじゃなくて、情報系の立場ということで広くそういう、今回の歴史資料とか地域資料を、対象に、そういう遺産ですよね。そういう、ずっと残していかなきゃいけないそういう文化資料遺産を、いかに多くの人で共有できるかという、だからオープンサイエンスの話をしましたが、そういうとこをずっと続けております。で、本当にそういう意味で奥州市には、非常に多くのこういう資料今たくさんあってなかなか全部できないということなんですけれども、そういう資料のそういう宝庫ということで、いかにその皆さんで共有する蓄資公開という、資料をなくさない、そしてみんなで共有するという部分をいかに一般的に奥州市で、実践して、広めていけるかということを、続けていきたいと思います。で、まだまだ途上いろいろ問題点もあると思いますけれども、皆さんのお力を借りて、もっと進めていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。すみません、指名の立場の妻の吉見でございます。今日は当時間ありがとうございました。天音さんのご協力もあってですね、この講座は YouTube という形でオンライン配信しておりますし、事後的にも YouTube のサイトを通じて見ることができるんですね。で、私はこの1年間、去年喋った内容をですね、東京の研究者とか、出版社の編集者さんとかですね、5人以上の方からそれぞれ見た感想を聞く機会があったんですけど、みんなものすごい驚いてました。すごいねって。こんなことやってるの、この密度で、この長さで、こんなにいろんな分野の人が、こんなに真剣に議論してるのっていうのは、本当にびっくりしたっていうのがですね、私この1年間で5件以上聞いてるんですね、私より若い人も含めて。で、やっぱり奥州市の方々からすると、これが当たり前なのかもしれませんが、全国的に見て、この
うイベントができること自体はものすごいことであって、非常にこう歴史の研究、それから文化の考え方とかですね、すごい進んでる、全国の他の自治体の人たちとかいろんな人たちが羨ましく思うようなことをここで実現できているということをまず私からお伝えしたいなと思います。で、私より若い人もそこで見ててすごい刺激を受けて、来年度からぜひ自分も関わってみたいとかいう声も聞いてますし、私自身毎回イベントを得るというかですね、むしろ持ち出しでここに参加させてもらってるわけでありますけれども、ある種皆様方との交流を通じて、こうまだまだ若いものですが、こう鍛えてもらってるというかですね、育ててもらっているような感覚で、そういう意味での育成機能をちゃんと応酬者してるというのを、弁解を得て申し上げられていますし、今後も引き続き努力していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。最後、本当に背中を押していただく。けたようなですね、一言頂戴いたしましてですね、地域史研究講座はですね、あともう一回来月ございます、ぜひですね、引き続き皆様にもですね、来月の足をお運びいただければなというふうに思っておりますし、今お話しいただいた通りですね、大学の先生方、ですね、自費で来ていただいて、本来は交通宿泊費っていうのは主催者、まあ、私ですね、ここだと、ね、が払わなければいけないところをですね、毎回ですね、自らの研究費の中でですね、まあ、今、デベント、まさにデベントでですね、来ていただいて、そしていろいろ発表、ご報告いただいております。本当に郷土文化館としても、欧州市としてもですね、こんなに、まあ、ありがたいっていうか、本当は払わなきゃいけないんですけどもね、本当に、ありがたい思いでございます。そして、来月いらっしゃる先生方もですね、同様に、ごめんなさいね、本当にね、ちょっとお金の話しづらいんですけどもね、本当に手弁当で来てくださいます。そして来月は、あ、古文書の方ね、結構いらっしゃるということで、来月はもう金星一色です。金星祭りと言っても過言でもない。古文書やその金星江戸時代のことです、重点的に。来月私はもう登壇しません。もう高橋和孝さんがもう、司会進行で、そしてもう、もう熱く金星氏にね、語っていただいて。にしようかなというふうにこう思っておりますので、ぜひ来月も、ね、次回もですね、皆様にお出ましいただきたいなというふうにこう思っております。そして、YouTube で、ご視聴いただいた方も本当に長時間ですね、ありがとうございます。YouTube の方はアーカイブでもですね、見れますので、ぜひですね、また、次回も、YouTube チャンネルをね、アクセスいただいて、まあ、できれば、ね、会場来れる方は、ね、足を運んでいただければなというふうにこう願っているところでございます。時間の方、本当に予定よりですね、だいぶ超過してしまいました。本当長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございます。我々、まだ喋れって言われれば、まだいくらでも我々喋れるんですけどもね、またの機会にですね、ぜひ、持ち越したいなというふうにこう、思って、おります。本当に長時間にわたり、誠にありがとうございました。以上をもちまして、第1回目、今年度第1回目のですね、地域史研究講座の方、一切を終了とさせていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。はい、止めて大丈夫です。